13時10分を回りました。1週間にわたり、お届けしてまいりました第8回首都防災ウィーク、最後の大きなイベントとなります。防災フォーラム、コロナ蔓延下における首都直下地震と巨大水害、開会いたします。このイベント並びに、番組は東京都墨田区横網町公園東京都慰霊堂を拠点としまして、ミラクル TV そして YouTube ライブによりまして全世界に同時配信をされています。それではフォーラムに先立ちまして、今回の首都防災ウィーク実行委員長中林いつきよりご挨拶を申し上げます。ご紹介預かりました中林いつきと申します。2013年にですね、あと10年後に関東地震の100年目を迎えるぞと、このまま迎えていいのか、一人一人が備えをしない限り犠牲者も出るだろうし、被災して大変な目に遭うのは我々なんだということでですね、我々が何がやれるのか、何をしなければいけないのか、そういうことを10年続けて考えて、100年目には安全な安心できる首都圏を作り出そうと、そんな思いで始めてきたんですね。今年は1月から新型コロナのウイルスの感染ということで、今世界中に猛威を振るっているところだと思います。日本も感染者延べ7万人超えましたし、世界ではですね、2700万人、それに近づくようなですね、勢いになっているかと思います。まあ、そういうことで今年初めてこういうズームという道具を使って、まあ、ウェブというICT の技術を使ってですね、このフォーラムをやることになりました。いつもこの慰霊堂をお借りして、1日あるいは2日土日にやっていたんです。9月1日が慰霊の日ですので、その後の土日を使ってやっていました。まあ、今年はこういうリモートでの運動というか活動にしようということを決めましたので、じゃあ本当のウィークをやろうということから、まあこの1週間ミラクル TV と一緒にですね、Zoom あるいは YouTube を活用して、発信してきました。今まで以上に、多くの方にですね、この首都防災ウィークに触れる機会を作ることができたんじゃないかなと思っております。本当は一人一人、熱い議論をですね、しなければいけない、そういう思いもあるのですけれども、でもこういうリモートでのウィークもなかなか捨てたもんじゃないなというような思いも今日までの展開でですね、感じているところです。今日の午後、これからとそれから後で、その後のイベント等を通して今日中で終わるんですけれども、多くの方からですね、声援もいただき、あるいは熱心に参加していただいて本当にありがとうございました。来年、どうなるかはまだ分かりません。でもコロナが収まってもですね、このリモートの技術を使ってより遠くの方から、より多くの方から、メッセージもいただき、つながりながら、震災に負けない、水害にも負けない、今西日本はこんな状況ではなくて、今巨大な台風が迫っているところです。なんとか無事に台風がやり過ごせるように祈りながらですね、この最後のフォーラムをさせていただこうと思っています。多くの方にご協力いただき、資金的にもサポートしていただきながら、今年のこの首都防災ウィークが展開できたことを厚くお礼申し上げて、挨拶に返させていただきたいと思います。ありがとうございます。主催者
首都防災ウィーク実行委員会代表中林いつきよりご挨拶を申し上げました。今回の防災ウィーク、主催者に加え7団体の共催で行っております。代表して、NPO 法人に、東京いのちのポータルサイト理事長滝沢一郎よりご挨拶を申し上げます。はい、皆さんこんにちは。そして今リモート会議に参加している人がすでに50人を超えております。パソコンの向こうから、スマホの向こうから、皆さん本当に今日はありがとうございます。関東大震災、100年まであと3年となりました。私たちが一番対策を講じたいというですね、首都圏大地震ができることなら東京2020オリンピック・パラリンピック以降に発生してほしいと、そんな思いで、この8年間やってきましたが、なんと今年は新型コロナウイルス感染症問題ということで、オリンピック自体が延期になってしまいました。我が国は地震その他、台風などによる被害が次々に起きる災害大国でございます。そしてコロナ問題の影響で避難所の定員は半分以下に設定されてしまいました。もともと公的避難所は被災者のすべてを収容できるものではございません。よく自助、共助、公助と言いますが、公助は1割、私が住んでいる葛飾区は人口46万人ですけれども、その1割の4万人も収容できるものではございませんが、それがコロナでまたそのまた半分の2万人以下になってしまいました。ということは、私たちは公的避難所に頼れないということが分かったわけです。そのために在宅避難とか分散避難とか、いわゆる自分なりの安全地帯を確保することが最大の対策です。そのためには建物の耐震化、浸水対策、非常用電源、食料、飲料水、災害食などの確保を私たち一人一人がそれぞれ自主的に行わなければなりません。今年の首都防災ウィークを通じて多くの皆様がリモート会議に参加し、自主的自発的な対策に気がついて今まで以上に取り組んでいただけることを切に希望いたします。どうもありがとうございました。共催団体を代表しまして、 NPO 法人東京いのちのポータルサイト理事長滝沢一郎よりご挨拶を申し上げました。それではここでご祝辞をいただきます。東京都墨田区長山本徹様、お願いいたします。皆さんこんにちは。墨田区役所都市計画部防災まちづくり課長の椎名でございます。本来ならば墨田区長がですね、ご挨拶申し上げるところでございますが、本来はやむを得ぬ事情により出席がかなわず恐縮ではございますが、区長からのメッセージを代読させていただきます。はじめに、第8回首都防災ウィークの実施に当たられている首都防災ウィーク実行委員並びに東京都慰霊協会の皆様、そしてご協力いただいている関係団体の皆様に厚く御礼申し上げます。さて、近年は国内各地で大きな地震や大型台風、豪雨による大規模水害が頻発し、自然災害により多くの生命、財産に大きな影響を及ぼしています。昨年の台風第15号、19号では、本区でも建物被害が発生しました。また、今年に入り7月には、九州や中部地方での集中豪雨による甚大な被害も発生しました。現在も台風第10号が接近中でございます。これから本格的な台風シーズンが到来するため、深刻な災害の発生が懸念されます。災害発生時には地域における人のつながりと助け合い、いわゆる共助が大切ですが、共助を進めるためにはまず自分の身は自分で守るという自助の意識と的確な行動が前提となります。新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない中、地震、台風などの災害はいつ襲ってくるか分かりません。
同時に複数の災害が起きることも想定し、日頃の備えについて各ご家庭や地域の皆さんと話し合うなど、改めてご確認をお願いします。今回の首都防災ウィークでは、コロナ蔓延下における首都直下地震と巨大水害をテーマとしており、昨今における新型コロナウイルス感染症対策の観点から、新たな試みとしてインターネットを活用するなど、多彩なプログラムが企画されています。本イベントや参加者の交流を通じて、命を守る活動の輪がさらに広がり、大きな成果を上げることができるよう願っております。本フォーラムをはじめ、首都防災ウィークの取り組みが皆様にとりまして有意義なものになりますとともに、皆様のご健勝を記念しまして挨拶といたします。令和2年9月6日、墨田区長山本徹。墨田区長山本徹様、代読、都市計画部防災まちづくり課課長椎名様、ありがとうございました。さあ、それではいよいよ防災フォーラムスタートとなります。コロナ蔓延下における首都直下地震と、巨大水害という大きなテーマを、これからお話をしていきます。さあ、申し遅れました。私、総合司会をさせていただきます岡野谷純と申します。日本ファーストエイドソサエティという、NPO で、いろいろこれから皆さんの経歴は出てまいりますけれども、いろいろな活動をしているということで、このコロナ蔓延下での支援は既存の知識を整理することで十分可能だということを今私どもはお伝えをしております。よろしくお願いいたします。はい、それでは基調講演、中林いつき先生にお願いをしたいと思います。中林先生、東京都立大学の名誉教授として、坂田大火という1976年の大火からこれは研究をしなければならないと言って取り組み始めておりいらっしゃいます。今回は事前復興の実践的研究を、なさっている中でのコロナ蔓延、巨大水害、首都直下地震、災害弱者をどうやってこう助けていくか、そんなお話を、していただきたいと存じます。それでは中林先生、よろしくお願いいたします。改めまして、中林いつきと申します。こちら見ないでください。先ほどご紹介いただいたようにですね、基調講演みたいな形で私に30分ほど時間を使っていいよ、こんなテーマでですね、お話をさせていただこうと思っています。21世紀っていうのは荒ぶる世紀になるぞと、これはもう阪神大震災で1995年に起きた後からですね、心配していたことでした。もう本当に2000年になってですね、2001年から毎年のようにどこかで人が亡くなる地震、水害ですね、そんなことを繰り返して、大地動乱と、あるいは大水氾濫、大気乱流、こんなことが日本でも毎年人の命を奪うというような状況になっていました。ところが今年はそこに、大気病乱とでもいいんでしょうか、飛沫感染を中心にですね、新型コロナのウイルスの蔓延ということが起きていて、これらにどう対応しながら3年後、100年、関東大震災100年を迎えるのか、その対応しなければいけない我々の社会が脆弱化しているんではないか、これも21世紀に入る前から予測されていたことではあります。最大は高齢者率がどんどん上がっていく、昨年に国の人口問題研究所がですね、日本全体の平均で高齢者率 28% に達した、28% ってことは4人に1人を超えてるっていうことなんですね。そういう世界のまさにこれはトップランナーを日本が走ってきています。災害が起きると水害でも地震でも犠牲者の多くが高齢者という時代になってしまっていると。さらに、そうした高齢化も含めて、かつて大都市が隣近所の人間関係が疎遠でコミュニティが崩壊していると
言われていたんですが、地方のそういう緊密な近隣関係を持っていた地域でも4分の3高齢者になってしまうと、コミュニティの近隣関係が崩壊してしまう、まあ、そんなことが今日本の各地で起きようとしているということであります。でそういう中で、この25年にですね、震度7を記録する日本の地震の揺れで最も激しい揺れが震度7というランクなんですけれども、それを初めて記録したのが25年前の阪神大震災ですが、その後9年後、7年後、5年後、3年後とですね、間隔縮めながら発生してきています。そこでは直接亡くなる方も多いんですが、同時に阪神で初めて認定されるという制度ができて、それ以前の統計は分かりませんが、関連死、震災で家を失っていつもの生活を失うことによって人が命を縮めてしまう、そういう災害関連死も発生する。この震度7を記録した5つの地震では関連死が全てで発生しております。このうちこの水色にかけた東日本大震災は海の中の海溝というところで起きたマグニチュード9という巨大地震で、この東日本の全壊とか、直接死のほとんどが津波です。それ以外の4つの白抜きにしたのは実は全部内陸直下の地震です。どういう地域の直下で起きたかによって建物の被害とか犠牲者、直接死の数が違います。一目瞭然で大都市の直下で起きれば家もたくさん密集してますから壊れますし、人口も密集してますから犠牲者も増えてしまうということです。しかし地方の震度7熊本あるいは中越地震では、これを見て非常に特徴が一つ見えるかと思います。直接亡くなった方よりも関連死で亡くなった方の方が多いんですね。新潟中越地震では直接死の 3.5 倍がその後の避難所であるいはその後の仮設仮住まいの中で命を落とし縮めてしまう。熊本地震は 4.5 倍ですね。50人に対して225人の方が関連死として認定されている。この中には地震の後梅雨の豪雨で地震でちょっと揺れてクラックの入った裏山がその雨で土砂災害崩れを起こして、せっかく家が大丈夫だったから家での継続生活をしていた方がその土砂災害に巻き込まれて亡くなってしまうというような方も、まあ、関連死として認定される、そんな時代です。それから風水害も21世紀に入って再びたくさんの犠牲者が出るような水害あるいは土砂災害が発生しています。ちょうど今台風10号が鹿児島の南奄美大島等を通り越しているあたりでしょうかね。どうなっているのか心配ですけれども、この5つ取り上げた中のこの水色をかけたところ、これ一つが実は台風なんです。それ以外は台風ではない前線豪雨、梅雨末期とか梅雨の時期に発生する集中豪雨で引き起こされた水害なんですね。そういう水害でも関連死というのが発生している。どういう人が関連死をされるのか、年齢で見ると8割あるいは9割が高齢者の方が関連死をしていると。直接死も高齢者が多いんですけれども、関連死をされる方は実は高齢者がなお多いと、まあ、こういう災害の様相がしばらく続くということを考えると、まあ、我々が今まで考えてきた地震防災あるいは水害に対する備えにもう一つその高齢社会にどう対応していくのかということが重要な課題になってきているんではないかなと思っています。それは直接亡くなる人と
関連死という形で震災あるいは水害、災害の関連死で亡くなる人、その大部分が高齢者なんだということになります。避難所っていうのは実はこれまでも大変厳しい、あるいは人道的には許されない3密状態でですね、避難所生活をしていた。その結果が実はこの避難所で関連死を多発するということにもつながっていて、まあ、今回のコロナでようやく避難所のあり方についても抜本的な見直しをしなきゃいけないんだということにいろいろ気がついてきたということかなと思っています。まあ、そんなことを積み上げていく中でですね、新しい社会に新しい防災対策を考える、それを誰が考えるのか、私たちの命を守り私たちの生活を守るのは役所じゃありません、隣近所でもないんですね。実は一人一人自分の生活と自分の家族と自分の住まいを守る努力をするということが最も基本なんだろうと思っております。で、これは東日本大震災というのは震災関連死が最もたくさん認定されています。まだ確定ではありません。もうちょっと増えるかもしれません。3740人ほどが今認定されていて、もうまさに 90% が66歳以上なんですね。高齢者を65歳以上と取ると 90% を優に越しているんですね。ほとんどの方が、高齢者が災害に遭うとまさに命に関わる事態になる。それは今までは直接被害をどう防ぐかで済んでいたのかもしれませんが、これから先はですね、その後どうやって命を守るかも考えていかなければいけない。まあ、そこに共助っていう話、取り組みというのの重要性が示されるんだろうと思います。でも結論的に言うと、共助をやるのは誰か、3日後4日後に来てくれるボランティアなのか、違うんですね。命を守る共助っていうのは災害の直後に対応できないといけませんから、隣近所の方です。隣近所の方、誰が共助をするのか。私は共助をする側に回れる人というのは自らの被害が少なかった人、自らの被害が少なくなるように自分の家を少し頑丈にする、家具をしっかり固定して怪我をしない、家族も守る、そういうことができて少し余裕が生まれる人が、隣のおじいさんが大丈夫かなって、隣のばあちゃん大丈夫かなって目を向ける、それが共助の始まりなんですね。自助なくしては共助はないんだというふうに、考えて、います。まあ、そこに実は今コロナというのが蔓延してきてるんです。共助っていうのはいかに隣の人に親密に寄り添うかなんですよね。あるいは避難が必要、避難の時に支援が必要であれば、いかに手を出して肩を抱いて一緒に、あるいはおんぶして避難するか。でもそれを今やるなって言ってるんですよね、3密防止っていうのは。で、残念ながら昨日とついかなの時点で、まあ、世界も非常な状況ですけれども、日本も7万人を超しました。発信地の中国は9万人なんですね。8万人なんですね。8万人をちょっと超えて9万人近づいているかと思います。その差2万でですね、やがて日本は追いついちゃうんじゃないかというような状況もあって、毎週4000人から5000人ぐらいの方がだんだん減ってきてますけれども、先週1週間でですね、4600人ぐらいの方が実は新たな感染者として確認されたんです。ということは、私は統計学の専門家じゃないので全く私の邪推なんですけれども、一人が一人に移したとすると、同じ数まだ確認されていない感染者が社会にいるんですよ。それが1週間の潜伏期間を経て確認できたんだとすると、1週間分、つまり
4000人ぐらいが常にですね、日本の社会に未確認の感染者としているんです。私もそうかもしれないです。だからこそ全員がコロナ対応をしながら、防災、災害が起きた時にも対応できるような準備をしなきゃいけない。そんな状況に今置かれていて、これも誰かがやってくれるという状況ではなくて、やれることは私が自分でやらなければいけない。今ちょっと2メートル以上離れましたし、ちょっとマイクの音がこもるといけないと思って、マスクは外しちゃいましたけども、本当はマスクをしていた方がいいのかもしれない。マイクを通ってどっかに伝染はしないと思いますけれども、感染はしないと思いますけども。で、今、退院された方が非常に多いので、治療中の方が8000人、その中で、重症者が、200数十人ですかね。で、その他、まだ入院しないで自宅で療養という方がどうも200数十人ぐらいおられるらしいというようなのが今の日本の状況です。で、ちょっとデータ古いんですけれども、第2波ですよね。だんだん右肩下がりで下がってはきてますが、ゆっくりゆっくり下がってきてるのかなということであります。で、今私たちが対応しなければいけないのは、こういう複数の災害とか、あるいはその新型コロナのような病化、災い、病気の災いっていう言葉が使われますが、あれ、化っていうのは災いなんですよね。災害なんですよね。そういう二つのものにですね、が複合する災害。特にコロナ蔓延化っていうのは、同時対応型になると思います。ちょっとイメージするとこんなんなんですよね。A という災害、その直後とかしばらく経って、まだ対応が終わらない、復旧も終わらないうちに次の災害がやってくる。B。これが同じ場所に重なってしまうと、一回被災した人がまた次の災害で被災して、被害が、程度が厳しくなる。地域全体としての被害程度が厳しくなる。まあ、これを同時被災型複合災害。下の方は同じ自治体の中で2つ別々に災害が起きると。被災者の数が増えるんですね。被災者1人の程度は1回の災害で起きた程度から変わらないですが、被災者が増える。そうすると自治体その他地域社会の対応がより大変になる。二つの災害に同時対応しなければいけないことになる。今私たちが直面しているコロナというのはこの二つの、まあ重なっている状況もあるんですね。コロナどこにも蔓延してますから、同時被災型とも言えますし、役所で言うとコロナは保健福祉対応で、災害が起きたら防災、危機管理課対応で、災害対策本部とコロナ対策本部別々に立ててやると。いうことになりますから、同時対応でもあるというようなことになるかと思います。で、もう時間が10分ということですので、急ぎますが、一つの災害が収まる前に次の災害が来てしまうと、まあ、こういうふうに重なる。この切れ込みの深さが直接被害の大きさ、三角形の面積が回復するまでに間接的に発生する損失というふうに考えると、二つの災害が重なることによって、災害2っていうのは、単独ならこの下の三角形で収まるはずが、二つの災害が重なることによって、復旧復興も時間がかかり、間接被害も増えていく。まあ、こんなことが、発生してしまうのかなと思います。で、同時対応という行政側から見ると2つの災害が起きると、単独だと2回こうやって、ああ、忙しいねって言って担当者がやればいいんですけれども、重なると対応する人手が、たくさんいると。まあ、その結果として、復旧復興も遅れてしまうというようなことが起きてくる。今起きているのは地震があって、熊本ですね、台風があって、まあ、また台風が来ているっていうのが、熊本の今、人吉の状況かもしれません。
で、そこにコロナがかぶさってるっていうようなことになるかと思います。人吉っていうのは非常に厳しい、自然状況、地形状況の中にあって、この出口の八代へ抜けていく出口の途中が渓谷なんですけども、ここはすごい硬い岩盤なので川幅狭いんですね。とかその奥に盆地があって、その盆地を作るために本流と大きな支線が2本ある。このウイスキーボトルの本体に降った雨が細いネックを通って海へ流れるというような状況にある。そこにとんでもない量の雨が降ったというのがこの間の水害で、あっという間に9メートルの水深というようなことが起き、かつそのボトルネックのまさにそこで厳しい水害が発生しているということです。やはり高齢者の方がたくさん犠牲になってしまっています。そしてその後コロナ感染ということから、県外からのボランティアは受け入れないということで対応されたんですが、7月3、4に水害があったんですね。その後の1週間目新規感染者ゼロ、2週間目ゼロ、3週間目と10人だったんですが、4週間目5週間目ってのは150人130人という形で感染者が出てしまっているということで、本当にこれは人ごとではないという気がします。確かに第2波全体に、そういう時期がピークではあったんですけれども、その熊本のピークの出方っていうのはかなりやっぱり異常で、災害との同時対応の難しさというのを示していることかなというふうに思います。さて、あと5分になってしまいましたけれども、私たちの、備えなければいけない、首都直下地震、実はどこで起きるかわからないのが首都直下地震です。埼玉にいても茨城にいても、その直下で地震が起きれば首都直下地震なんです。首都圏の直下で起きる地震は全て首都直下です。首都直下地震は23区の下で起きる地震とは言っていないんですね。従いまして、東京大変だねって、茨城南部の人はうちんところはあんまり被害ないんだよ。ではないんだ。みんなが自分の下で起きた時にどうするかを考えなきゃいけないんです。そのために実は私も委員で参加していて、この図を作ってもらったんですね。それぞれの町の直下でマグニチュード7程度の地震が起きたら最大どれぐらい揺れるでしょうか。地盤がいいところでも6強、地盤がちょっと揺れやすい地盤、砂と水、地下水の多いところだと液状化も発生しますが、震度7というようなことがどこでも起こりうるんですよ。その中で被害が最も大きくなるのがこの都心南部直下地震ということで、国は初めて、首都直下地震対策特別措置法っていう法律を作って取り組もうということで、この地震を細かく被害想定をしたということです。その被害想定の結果は、人的被害でいうと東日本を超える被害が出るかもしれないということですし、建物の被害も揺れとその後に起きる火災によって東日本をはるかに超える被害が出ますよ。南海トラフはもっと大きな被害になる可能性があるということではあります。こういう被害を誰が減らすのか、家の被害を減らすのは家に住んでいる人です。人的被害を減らすのは家族を守る自分たちです。まあそういうことをしない限りこの数字は減らないんですね。それから地震だけではなくて水害も首都圏に発生するんだと。特にこの墨田区をはじめとする東京の東側の区部は5区あるいは6区、低地です。低地というのは過去水害を繰り返して形成された地盤土壌ということです。昔田んぼだったところはすべて洪水の常習地帯であると。
そういうことをしっかりと踏まえないといけない。特に東日本が500年に一度の津波だったということで、今水害も500年に一度、あるいは1000年に一度の巨大水害も想定をして、それに対する備えをしようと国が言ってるんですが、国が全て備えますとは言わないんです。皆さんも一緒に備えてくださいと国は言ってるんですね。最大の浸水ですと10メートルを超える、3階の床も水没です。4階以上じゃないと大丈夫じゃないよっていうようなぐらいの水がつきますよ。人吉の水位9メートルっていうのは東京でも起こりうるということだと思います。しかも東京で一旦そうした事態が発生すると2週間以上水が引かないというようなことも起こりうるということが示されています。この紫色のところは水を汲んでも汲んでも汲んでも一番地形が低いので上流から水が流れ込んできます。まあ、結果として2週間以上ですね、町の中から水が引かないと、垂直避難で一時的に命が助かってもそのまま孤島の中の、取り残されるというような状況も起こる。さらに今東京は立体都市です。地下鉄をはじめとして地下が利用されています。そこに、地下水が浸透することによって大停電が発生したり、地下鉄が全て止まることによって通常の物流人流ができなくなったり、さらにそういう水害と、地震がですね重なる。今起きると地震があってコロナがあってそこに水害が発生する。例えば昨年の19号台風ですかね、神奈川台風と言われたんですが、まさにこんなコースを通ったんですね。こういう複合災害から被害を命を守る、被害を防ぐにはですね、まずまあコロナで言うと自助、一人一人3密防止対策をしっかりして避難するときには必ずそれを持って避難をする。避難所以外の避難先も探しておこうよというようなこと、行政それだけ言ってるところが多いんですが、私は行政はもっと努力しろと。避難所の定員を今までの3分の1にするんだったら避難所3倍用意してくれよと。避難所も増やしますっていうことをですね、行政がやらないで勝手に市民、区民に押し付けるなよということもですね、このフォーラムとしては声を高くして言いたいんですね。その上で選択は我々がしますということになるんだろうと思っています。首都直下地震ですと風水害と違って前触れありません。いきなりドンときますから、まさに今何を準備しておくのかということが大事です。揺れに対する耐震、建物を揺れで壊さない、家具を揺れで倒さない、でしばらく物資は来ないので、しっかりとできれば1週間分貯めておく、ローリングストック、これは水害でも通用します。風水害、これはもうためらわず早めの避難をする。そのためにマイタイムラインというのは今言われてますが、我が家の状況に合わせてどういう情報でどこへいつ避難をするかを考えておこうと。うちは2階建てだから大丈夫ではないんですよということです。まさに今お話しさせていただいたようなことをですね、自分で考えてみると。ちょっとパワーポイントをパソコン移し替えて文字が崩れてずれちゃってますけど、2つの想像力、イマジネーション、我が家で地震が来たらどうなるか、水害が発生したらどうなるか、うちは高台で大丈夫という人は誰と誰を援護避難で引き受けられるか、そんなことをイメージしておいて対策を考えてください。そんなきっかけにこのフォーラムを使っていただけるといいなと思っています。はい、私としては、終わりにします。ありがとうございました。
私が話し始めてからちょうど30分なんですけどね。中林先生ありがとうございました。続きましてご講演を頂戴いたします西川悟先生です。西川悟先生、名古屋大学減災連携研究センターの教授でいらっしゃいます。ご専門は防災行政、国際防災協力、企業防災と BCP と難しそうなお名前が並んでおりますけれども、1989年にですね、国土交通省で災害予防と国際防災の協力の業務につきまして、いやいややるべきことがたくさんあるなということでですね、防災の世界にどっぷり入られたということでございます。ご準備よろしいですか。はい、それでは、はい、今ご紹介に預かりました名古屋大学減災連携研究センター西川でございます。早速お話をします。親父避難しろで目が覚めた、気づいたら浮いた畳の上。この地区では過去4回床上浸水がありましたが、2000年の東海豪雨の後で行政が橋の架け替えや排水ポンプの設置などいろいろ整備していましたし、家も1メートルぐらいかさ上げしていたので、もうある程度は安心だと思っていたんですね。いつもなら夜に雨が強く降ると気になって寝られないのですが、昼間に下水が溢れたところですぐに水が引くのを見ていて、なんとなく安心したせいもあってうとうとと寝ていました。親父避難しろと2階で寝ていた息子に起こされたのは夜中の1時半頃でした。その時すでに床上まで水が来ていたのですが、私は気づかずに浮いた畳の上に寝ていたわけです。多分川の水が溢れたせいだと思いますが、瞬く間に水がやってきたんです。息子が起こしに来てくれたからよかったものの、そうでなかったら逃げ遅れてしまっていたかもしれません。マンホールに片足バコーン。庭先に犬がいたのでつい声をかけると、飼い主さんが、実はこの犬川が氾濫していた時に流されたんだけど泳いで帰ってきたんですよって、偉いねなんて話をしていると、そこの奥さんが出てきて、ちょうどよかった、看護婦さんなら見てもらえると言いながら足を見せたのです。足の付け根まで一本丸ごとすごい内出血でした。どうしたんですかって言ったら、マンホールの蓋が浮いていたのに泥水で見えなくて落ちちゃったというのです。バコーンと片足落ちてマンホールだと思って自力で這い上がったとも、表面上傷はないけれどものすごく赤く腫れていて、ちょっと熱があるような感じだったので足を冷やしてあげながら病院に行くように勧めました。お母さんって被災して片付けをしながらもちゃんと家族に3食食べさせなきゃいけないっていうことがあるから、気にはなるんだけど自分のことはさておいてという感じになっちゃうんですね。痛かったと思いますよ本当は、けど耐えとったんだよね。別れ際にちょっと安心した奥さん、その一言が心に残りました。命綱つけて濁流の中を泳いだ。僕は社会福祉協議会の職員ですが、当時消防団員もやっていたので救助活動のために現場に行きました。そこは本当にすごい展開になっていて、役場からの命令じゃないと動かないと言っていたおじいちゃんおばあちゃんが家に取り残されている状況でした。水の流れが速くてボートを漕いたら自分たちが流されちゃうくらいなんですね。で、僕は泳ぎがかなり得意なものですから、命綱をつけボートのロープを持って濁流の中を泳いで助けに行きました。なんとか無事に泳ぎ切りましたが、普通の人は絶対にしてはいけないと思います。危険ですからね。とにかく乗りなさいと言って二人をボートに乗せました。おじいちゃんたちはとりあえず必要なものだけはビニール袋に入れていましたが、あとは気のみ気のまま。雨が激しくて傘をさせるような状態ではなかったので、ずぶ濡れになりながらボートの上で不安そうにしていました。近所の人が避難するように言っても、かたくなにもうここから動きたくないという人がよくいますが、やっぱり避難を早めにしないといけませんね。地震で独身男性危うく飢え死にしそうに。仕事中に地震が発生、事務所内はありとあらゆるものが倒れてきましたが、怪我人もなく便利無事でした。
その外に出ていた社員の安全と田舎の両親に無事なことを報告。幸いにもタイミングが良かったのか、メールで連絡を取ることができて一安心。その後は一人暮らしの寮に戻りましたが、めちゃめちゃな状態。一人暮らしの寮住まいのため、普段は自炊を全くせず、毎日の食事は外食とコンビニで、冷蔵庫の中は空状態が当たり前でした。田舎の両親に物資の発送をお願いしようとしましたが、震災発生直後は宅配便も動かなかったため、支援物資も届かず、スーパーもコンビニもダメ、大変な思いをしました。今回の震災で食料の大切さを感じました。もし一日前に戻れるなら、缶詰などの食料を買っていたと思います。病院の毛布、一枚のありがたさを実感。地震が起きたのは、出産を控えた妻を産婦実家医院に迎えに行ったちょうどその時でした。病院内にはたくさんの妊婦さんがいらっしゃったのですが、看護師さんたちの冷静で的確な指示もあり、母体に悪影響を及ぼさないように細心の気配りをしていただきながら、病院の毛布を持参して外に出た避難したのです。その後雪となったので、毛布一枚の暖かさやありがたさを文字通り肌身で実感しました。その後車で通常30分の道を2時間かけて自宅マンションに戻りましたが、エレベーターが止まっていたので、階段で5階にある部屋まで上がりました。案の定、家財が玄関にまで散乱していて、足を踏み入れることができませんでした。結果的にその夜は車中で過ごすことになったのですが、これが身重の妻にとっては辛かったようでした。今回の経験を機に、さらに災害時には何が必要なのかを見極めつつ、必要な備えは十分に、不必要なものは少なくという暮らし方を改めて強く意識するようになりました。2階で寝ていて助かった。たまたま私たちは2階で寝ていたから助かったけど、下で寝ていたら完全にやられていたと思います。1階の天井が完全に落ちて2階部分が1階のようになっていましたから。主人が枕元でライターをつけてくれてね、ライターで照らしながら、入り口が開いとるから先に出ろって言ったけど、2階の窓の桟やガラスが全部飛んでしまって、入り口に見えたのだろうと思います。ちょうど私たちの寝ている枕元にこたつがあって、こっち側にあんまきがあって、反対側に大きなテレビ。そのテレビとこたつとあんまきに天井が刺さられていたので、私は主人が引っ張り出してくれたガウンをパジャマの上に羽織り、スリッパを履いてはって出ました。背の高いタンスは山側に倒れてくれていたので、運よく下敷きにならずに済みました。その後難を逃れた妹の家でお風呂に入ろうとしたら、服がくっついて脱げないのです。おかしいなと思ってみると、太もものあたりが切れて血が固まっていました。地震で落ちた人形ケースのガラスが布団に突き刺さり、中の羽毛が空中に舞い上がって前がよく見えないほどでしたので、それで切ったのでしょう。割れたガラスは本当に怖いものだと思います。出勤か救助か悩む。私の家は潰れなかったけれども、周りはほとんど潰れました。立場を考え出勤すべきか迷った挙句、その日は夜まで救助活動を続け12人助けました。家の下敷きになった人を助けたのですが、その助け方が難しいんですよ。上から行ったら人の重みがかかって危険なので、下から潜り込んで助けるんです。木造の建物などは針にジャッキをかませたりしてね。最初大きなジャッキでやろうとしたけれども、重たくて扱えない。そのうち近所の誰かが小さいジャッキを持ってきてくれたので、それを使ってちょっとずつ持ち上げていきました。車のジャッキも使いましたが、安定が悪くて案外使いづらかったんですね。で、誰かが頭が入るぐらいの大きさにまでになったら、そこから潜っていくのですが、余震があるからこれがかなり怖いんです。私は田舎の百姓育ちだったからできたけど、町の人には難しいやろうね。最初はみんなお殿様かお姫様の避難所。避難所に来た皆さんは最初はお殿様かお姫様みたいにじっと座っているだけなんですよ。私たち小学校の役員が対応に追われている時も、同じ被災者なのにね。そこで元気な方はどうぞ一緒におにぎりを握ってください。お米を研ぐのを手伝ってくださいとお願いしたら、若い人もお年寄りも我に返ったように、それならと気持ちよく炊き出しの手伝いをしてくれました。あれから避難所にいる人たちの気持ちが一つになったような気がします。
だから避難されてきた方々をお客様みたいにさせない方策、例えば必要な役割ごとにあらかじめチームを作っておいて、どこに何人配置するかを決めておく、避難者にも作業をお願いするということも考えておくことが必要じゃないかと思います。はい、いろいろなお話をしました。全部実話です。実は私、長いこといろいろな災害対応の仕事をしてきました。直接対応したのは1989年、伊豆半島東方沖群発地震、それから1991年の雲仙普賢岳の火砕流、まあ、その後国連に行きまして多数の開発途上国での災害、それから皮肉にも1995年の阪神淡路大震災を国連職員として対応することになりました。で、内閣府防災に行きましてから台風の10個、新潟中越地震、インド洋津波などにも対応しました。阪神淡路大震災、大変でしたよね。で、あの時もいろいろなニュースがありました。私が書いた国連の報告書はこれです。で、その阪神淡路大震災の後にですね、自助、共助、公助ということが言われるようになりました。ただその時はまだ自助、共助、公助という、まあ、お題目はあったんですけれども、中身がまだなかった。実はその2004年、実は2018年も災の年と言われたんですが、2004年は災の年と言われました。台風が10個上陸して、その最後の台風、台風23号でですね、この写真に示したように、団体バスに乗ったお年寄りがこの浸水地域に、突入してしまって、一夜をこのバスの屋根の上で過ごしました。実は現場に行くとですね、本当はこのバスこんな時にここの中に走ってるはずじゃなかったんです。直前に立ち寄った町の駅で、道の駅で、お買い物に熱中してしまって出発が相当遅れて、でここにはまってしまったと。それから10月23日新潟県の中越地震、私政府の現地対応で、新潟県庁に参りました。その時に県庁の方から、新潟って地震がないところなんですけどねと言われて、えっと思いました。地震防災やった人間にとっては、あの1964年の新潟地震とっても有名です。ところが40年経つと、もはやそれを県庁で経験した人はいないわけです。災害教訓満載の地です。しかもちょっとした工夫で被害が防げたはずのものもたくさんあります。どうすれば個々人が災害予防の行動を取るように促せるのか。災害は人事ではない、我がことと感じてもらわなければ物事は動きません。それから大人向けにですね、何々すべきというお説教帳の資料を作っても誰も読みません。このポスターをご覧ください。今もですね、台風10号大変な勢いで、我々はそれをテレビのニュースで見ています。ただ、我々どうしてもテレビのニュースで見ているときには、それは人事なんです。扉を開ければそれは目の前かもしれないという意識があるかどうかが大事なんです。そこで始めたのが2005年、この1日前プロジェクトです。最初に読んだお話はいずれもその1日前プロジェクトのものでして、これは被災地に数年後に行ってですね、災害対応で大変な目に遭った人に、もしあの災害の1日前に戻れたら何をしますかと聞くとですね、皆さん切々とお話をしてくださいます。それを取りまとめたのが最初のお話です。東日本大震災、これが日本の防災行政の第3の展開点と言われています。当時はマグニチュード8クラスの地震津波までは想定していましたけれども、まさか9が来るとは思っていなかった。津波警報は出ました。で、たくさんの人が避難しました。2004年12月のインド洋津波の浸水地域の死亡率は 40%、 東日本大震災の浸水区域の死亡率は 4%、 一桁違います。これが津波防災をやっているかいないかの違いなんです。ところが残念ながら約2万人の方は逃げ遅れました。どうしてもやはり人間というのはですね、自分が直面しているリスクを過小評価しがちなんです。ばあちゃん逃げなくていいよ、でも逃げなくっちゃと力入れ戸を開ける。学校から家に帰ってテレビを見ていたら地震が来ました。家にいたのはばあちゃんと私の二人だけでした。家の玄関のドアがなかなか開かなくて困ったけど、思いっきり力を入れたらガラッと戸が開いたので、ばあちゃんと一緒に避難しました。ばあちゃんは逃げなくていいよと言ったけど、私は逃げなきゃダメだと思いました。どうしてかというと、小さい頃から親にここからは海に近いから、昔も津波がいっぱい来たんだよとうるさいほど言われていたからです。よかったですね、この小学生の女の子、無事に逃げられました。2日前には逃げたのに。震災の2日前の3月9日に三陸沖で地震が発生し、津波注意報が出されました。
宮古の沿岸に住む80歳を超える私のおばはその注意報を聞いて逃げています。逃げたけれどもその時津波は50センチしか来なかったのです。私が一番ショックなのは9日に逃げているのに11日には逃げなかったという事実。この間とは違うからといっても頑として言うことを聞かず説得していたお嫁さんとともども亡くなってしまったのです。結局このおばあさんは若いお嫁さんを道連れに死神になってしまいました。実はこの1日前プロジェクト国会でも取り上げられてですね、こんないい教材ないと言ってくださったおかげでですね、令和元年昨年度からですね再開することになりました。こちらの方にホームページ材料出てますので後ほどご覧いただければと思います。熊本地震とかですね2018年の西日本豪雨についてのエピソードが載っています。これは熊本地震の実例なんですけれども、これは、前震の時に、出産間際だった方が、なんとか出産できたという話です。はい。家庭や職場での防災で何をなすべきか、まあいろいろやることありますよね。大災害時は非常時です。何が一番大事かを考えて瞬時に行動しなきゃいけません。災害が起こってからできることは限られています。あれもこれもやろうとしても不可能です。迷ってる時間はありません。で結局は事前準備しておくしかありません。だから家庭では耐震補強、家具固定、備蓄、家族間の連絡、職場では耐震補強、重機や設備の安全確認、BCP、それからもう一つ、平時と非常時は生活が違うことを受け入れること。野外キャンプの経験は役に立ちます。最後に、今コロナが話題ですよね。あなたのご家族は、はしかの予防接種を受けたかどうかご存知ですか？はしかとコロナウイルス、どっちが感染力が強いでしょう？お子様の母子手帳がどこにあるかご存知でしょうか？ちょっとこれを考えていただくのも役に立つと思います。はい。今日ここにお集まりの方、あるいはネットでご覧の方はですね、防災意識の高い方だと思います。言わずもながらのことだと思いますけれども、今夜までにやることもありますし、次の1週間の間にやることもあります。はい。あなたとあなたの家族が笑顔を暮らすために、すぐにできることから始めませんか。どうもご清聴ありがとうございました。西川先生、ありがとうございました。非常に、貴重な国民の声というんでしょうかね、1日前プロジェクトのお話を、かなり細かくしていただきまして本当に勉強になりました。さあ、それでは引き続き、ご講演をいただきます大原美穂先生です。はい、大原先生、ご所属は国立研究開発法人土木研究所水災害リスクマネジメント国際センター主任研究員をなさっています。はい、小学校の時に福岡から東京に転校されてきて、まずカルチャーショックを受けたのが、これ何、ね、なんか被るものを持ってる防災頭巾を椅子に敷いて授業を受けなきゃいけないの、これがね、かなりカルチャーショックだったということで、そこからなんと防災の世界に飛び込んでいらっしゃったということです。土木女とね、ご本人がおっしゃってますけれども、土木系女子の活動の場を広げたいというのも、先生の、願いの一つだそうです。本日のテーマ、首都 巨大水害への重大な警告、無自覚な関係者への警鐘、それではよろしくお願いいたします。はい、ただいまご紹介預かりました国立研究開発法人土木研究所水災害リスクマネジメント国際センター主任研究員の大原美穂と申します。本日は水害対応ヒヤリハット事例集を活用した地方自治体の水害対応力の強化について、中心としましてお話しさせていただきます。私が所属しております国立研究開発法人土木研究所は土木工学に関します国立の研究所でありまして、中には橋梁とかダムとか河川堤防など様々な部門がございますが、私自身は水災害の部門であります水災害リスクマネジメント国際センターというところに所属しております。
これはユネスコの公園による国際研究センターとして2006年に設置されておりまして、茨城県つくば市にございます。で、先ほどから水災害、水害について話題になっておりますが、過去の10年間を見てみますと、全国の市町村の約 97% で1回以上の水害が発生しています。また半数の市町村では10回以上もの水害が発生しています。一度も起きてないのはわずか 2.8% です。すなわち全国には約1700を超える自治体がありますが、まあ、ほとんどの自治体で10年間の間には何がしかの水害が起こるということですね。皆さんご記憶に新しいかと思いますが、ここ3年間我が国では甚大な水害が3回連続で発生しております。平成30年7月豪雨は西日本を中心として、死者263人という激甚な被害を及ぼしました。また令和元年台風第19号は東日本台風とも言われておりますが、前線による、大雨も伴いまして104人の方がお亡くなりになりました。また今年熊本で甚大な被害を及ぼしました令和2年7月豪雨においても現時点におきまして83人の方がお亡くなりになりました。赤枠で示しているものが年齢不明者を除いた高齢者の割合になっておりますが、いずれも高齢者の割合は 60% から 70%、 また今年の熊本に関しては 77.1% という高い割合で高齢者の方が亡くなれておりまして、高齢者の方の逃げ遅れ、また高齢者の方が逃げてなくてご家族やご親族巻き込まれるというような事例も散見されます。合計この450名の方々のご冥福を改めてお祈りしたいと思います。私は研究としては水害に関します被害とか社会的影響のデータベース作りもやっているんですが、我が国では消防機関が取りまとめた災害統計として1978年以降の災害の死者数のデータが存在しております。これで見てみますと、この図は横軸に総死者数、縦軸に1都道府県内での最も人数が多かった最大死者数をプロットしたものです。過去43年間の災害について一つ一つ青の点々でプロットした図なんですが、ご覧の通り1978年以降で一番の災害というのは昭和57年の長崎大水害でありまして、全体で427名、長崎県で294名の方がお亡くなりになりました。続きまして我が国ワースト2が平成30年7月豪雨でありまして、先ほどの260名以上の方がお亡くなりになっています。またワースト10以内に先ほどご紹介した、令和元年台風第19号や今年の、令和2年の7月豪雨がプロットされているということもわかるかと思います。過去43年間の点々の中で、この3つがこんなに、激甚なものとして上がってきてしまうんですね。これからの時代、私たちは水害とはもう密接な関わりを持っているという認識の上で過ごしていく必要があります。また現在も九州地方を台風10号が北上中でありまして、これは令和元年台風19号と同じもしくはそれより大きな勢力を持つと言われております。この点に示したような被害が起きてもおかしくないっていう状況が本日の状況ですので、改めまして被害が発生しないことを切に祈っております。そこで冒頭でもご紹介いたしました通り、我々の研究センターでは水害対応のヒヤリハット事例集というものを6月から公表しております。水害時には気象情報や河川情報など様々な情報が出される中で、地方自治体の職員の方は刻一刻と変わる状況を先読みしながら適切な避難誘導や災害対応を行う必要があります。そこで過去の災害からの教訓を取りまとめまして、水害対応のヒヤリとしたりハッとしたりする事例ということで冊子にまとめることで、地方自治体の人にあらかじめ起こり得る状況を先読みしていただいて適切な対応していただこうという趣旨でこれを作成しました次第です。ここにあります QR コードとか、あとは検索で水害対応ヒヤリハットとかやっていただくと画面に出てくるかと思います。
で、ヒヤリハットっていう言葉が皆さん聞いたことあるかどうかわからないんですけども、これは1920年代にアメリカの安全工学の技術者のハインリッヒさんっていう人が提唱したハインリッヒの法則っていうものに基づくんですが、一つの重大な事故災害の裏には29の軽微な事故災害及び300のニアミスヒヤリハット事例があると言われています。ヒヤリハット事例は特に甚大な事故には至ってないんですけど、その一歩手前のミスに近い状況っていうような意味です。そこで地方自治体の災害対応においてどれがミスだったかって限定するのは結構難しいものです。そこで、私たちは災害対応で防災担当職員が困る、焦る、戸惑う、迷う、悩むなどの状況に陥った事例に関して、ヒヤリハット事例というふうに定義いたしまして、過去の地方自治体が公表しております災害対応の検証報告書からこのような事例を抽出いたしました。最近地方自治体が災害対応を行いますと、どういうところが悪かったかとか、今後の教訓になる点とかを報告書にまとめて公表している事例がございます。そこで2018年までの気象災害に関して公表されているものを取りまとめますと、教訓を含めた報告書として29点計2000ページぐらいあります。そこで、それからヒヤッとしたりハッとしたりする事象を抽出しますと516件になりました。そこで、それらの、事象について畑村陽太郎先生が失敗学のすすめっていうのを2005年ぐらいに書籍化されてるんですけれども、その失敗学データベースのやり方を参考にさせていただきながら、データベースを作成しまして、典型的な、28の事例を取りまとめまして、水害対応ヒヤリハット事例集というものを作成しました次第です。で、516の事象ってどういうものが上がってきたかと言いますと、初動対応、災害対策本部運営、庁内体制、情報収集、関係機関との連携、避難勧告等の発令、情報伝達、避難所等という8つのカテゴリーで分類しますと、大体皆さん困るのが災害対策本部運営とか情報伝達とか関係機関との連携になります。で、さらにここに載せてあります中カテゴリーで分類して見てみますと、防災関係機関との連携とか住民への情報伝達全般とか、あとは災害対策本部の運営設置とか現場情報の分析とか、大体困ることが多いんですね。そこでこれの中カテゴリーにあります項目について一つ一つ典型的な事例を出してきまして、28の典型的な事例を冊子にした事例集を作成しております。で、事例集は見開きで一つの事例が見えるようになってます。例えばこれは、初動の職員の参集に関してなんですが、災害が起きそうなのに職員みんながなかなか集まらないっていう、よくあるこれ困った事例です。で、これに関して左のページに災害の概要、実際の報告書から書いてますので、その災害の概要を書くとともに、どういうヒヤッとしたりハッとしたりするポイントがあったか、またここに載せてる事例以外の自治体での類似事例を載せております。また右のページには教訓事例も載せておりまして、関連するガイドラインとかも下に載せております。字が見づらいと思いますので、もう少し拡大いたしますとこんな感じで、災害が起きそうなのに職員みんながなかなか集まらないっていうことで、これは平成22年の岐阜県の蟹市さんの事例なんですけれども、災害実際どういうことが起こったかっていうのがここら辺に書いてあります。またヒヤリハットのポイントといたしましては、職員参集のメール登録を呼びかけてたんですけど、登録漏れしてる人がいて、当日メールが届かないから参集し忘れたっていうような、そういう人がいたっていう、あとまた家庭の事情とか移動手段が確保できなくて参集できないとか、そういったヒヤッとしたりハッとするポイントが書いてあります。これは災害対応の検証報告書から抜粋でご紹介しております。じゃあこのような事例がなんで起こってしまうのかという根本原因なんですが、根本原因を分析いたしますと、往々にして関係機関とかその庁内の職員本人などの人のスキルに関する要因、また
まあ、参集メール登録システムがちょっとおかしかったみたいな設備とか施設に関する要因、また参集メールに登録する仕組み、皆さんに徹底し忘れているっていうような仕組み等に関する要因など、いくつかの要因に分類することができます。そこで右側に関しては、その災害対応の検証報告書に実際に、自治体さんが書いております教訓事例に関して、先ほどのスキル、仕組み、設備等などの項目に分類して何をしたらいいのかっていうのを書いております。例えば設備等であれば複数の伝達手段を確保しよう、また職員参集の遅れや欠員を前提とした計画を作成しよう、また参集基準のマニュアルを作成しようなどなど、事前にやるべきことがたくさんあります。これらのことをやっておくことで、初めて当日になってからちゃんと職員が 100% 参集するっていうことが可能になるわけです。そこで、この冊子をご覧になる皆様方には、まずこの左ページを見ていただきまして、ふんふん、こんなこと自分の自治体で起こるかなって考えてほしいんですね。で、冊子の末尾にワークシートをつけてますので、まず1、あなたの自治体部署で同様の状況が起きそうですか、考えてみてください。特に同様の状況が起きそうな条件はありますか。また状況回避のために必要な施設設備等、仕組みマニュアル等、スキル向上への対策がありますかっていうのを、ぜひ自問自答していただきたいんですね。これは自分で考えてもいいですし、集まってグループワークとか研修でやっていただいても結構かと思います。これをやった上で、実際右のページ見ていただきますと、過去の地方自治体が書いてた教訓が書いてありますので、ほぼこれが答えなので、自分のところでこれをやる必要があるかをまた自問自答していただきたいと思います。このような冊子が今ウェブに載っけてありますので、ぜひご関心がありましたらご覧いただけたらと思います。地方自治体の対応編として取りまとめておりますが、組織の災害対応等に関わる方に関して何か参考になる点があればというふうに願っております。続きまして、この地方自治体編と合わせまして、新型コロナウイルス感染症への対応編というのも別冊でつけております。これも先ほどと同様の8つの分類カテゴリーで28の典型的な事例を冊子化しています。特に28っていう数字にこだわってたわけじゃないんですけど、何か作ったら28同士になってしまって、28プラス28の合計56の事例が載ってる冊子になってます。で、コロナ編に関しては未曾有の事態ですから、特に災害対応検証報告書とかに基づくものではなくて、我々制作者がこういう事態になったら困るんじゃないかなっていうのを想定して作成しております。例えばこれは、住民が新型コロナウイルス感染症を心配して避難開始を躊躇しているのでなかなか避難してくれなくて困るぞっていうような、地方自治体の人の心のつぶやきを書いているものです。で、このコロナ対応編に関しては、見開き2ページではなくて、各事例について1ページで、ヒヤリハットのポイントと対策を書くっていうページとして紹介しております。皆様、最近内閣府防災や消防庁がコロナ禍での避難に関して知っておくべき5つのポイントというチラシを配布しているのをご存知でしょうか。これウェブで載ってて、14言語にも翻訳されてますので、ぜひご覧になっていただけたらと思うんですけど、今回のコロナ禍での、対応といたしましては、災害時には危険な場所にいる人は避難することが原則です。避難とは難を避けることであり、安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要はありません。避難先は小中学校、公民館だけではありません。安全な親戚、知人宅に避難することも考えてみましょう。またマスク、消毒液、体温計が不足しています。できるだけ自ら携行してください、などなど、このポイントが書かれているんですね。他にもいろいろガイドラインとかマニュアルとかも厚生労働省を含めまして出されておりますので、これらもろもろ勘案いたしまして、このコロナ編での対策としては、我々としてどういうことをしたらいいかっていうのを書いております。例えばこの避難開始を躊躇しているぞっていう事例に関しては、市町村といたしまして従来の指定緊急避難場所や指定避難所等以外の避難先を検討してほしいとか、垂直避難を奨励するエリアを検討してほしい、またそれらを周知してほしいとか、いろいろ書いております。
で、これに関しては実は6月にもう公表しておりまして、熊本で水害が起きたのは7月なので、それより前には我々公表しまして、公表しておりました。で、実際に、我々が想定して書いてたことと実際の災害どういう状況が起こったかっていうのをいくつかご紹介いたします。で、コロナ編30ページ目には、人手が足りない、応援を頼むべきか、感染予防を考えて自分たちで何とかすべきかどうか、応援職員を受け入れますと、その方が感染されてた場合に困りますよね。そういう困るシチュエーションを書いてるんですけど、実際令和2年7月豪雨災害で熊本県でも避難所運営を担当した応援職員の方から感染が発覚いたしまして、避難者含めて PCR 検査をするなどの事例が起きております。やはり応援職員を受け入れないと災害対応ままならないんですけど、受け入れることでこのような対応が起こるっていうのも頭に入れた上で災害対応を進めていく必要があるっていうのを改めて、事例とともに認識した次第です。またボランティアが来てありがたいけれど、感染予防の観点から受け入れていいのかなっていうのも事例集に載せてたんですけど、実際災害起こってみますと、やはり熊本県さんではボランティアは県内在住者に限るという対応になりまして、ここも悩ましいですね。県内に限定しますとボランティアさんが来れる数が減りますから、被災地の復興という観点からは遅れてしまうのではないかっていう心配も生じますし、これもなかなか悩ましい事例です。というようなことで、短い時間ではご紹介しきれませんが、我々の研究センターとしては、昨今の全国的な水害の頻発を鑑みまして、地方自治体の防災担当部署の災害対応力の向上を目指した水害対応ヒヤリハット事例集っていうのを作成しまして、こちらの QR コードにありますウェブで公開しております。通常の水害対応編と、あと新型コロナウイルス感染症編っていう2編になってますので、ぜひ何かの機会がありましたらご参照いただき、災害を我がこととして考えるきっかけにしていただけたらと思っております。以上です。ご清聴ありがとうございました。はい、大原先生ありがとうございました。非常に軽快なドボジョのね発言を聞きながら、皆さんも、なるほど、そういうふうなヒヤリハットを作っていただいているんだったら利用しようという方も多かったんじゃないかと思います。さあ、本来でしたらば、本来というかね、通常でしたらば、ここで、パネルディスカッションをスタートするということで、ちょっと場所を移動して皆さんでディスカッションという時期になるんですけれども、今回のコロナの、状況災害に合わせまして、まずはパネリストの皆さん、それからちょっとズームで発言をしていただく方がいらっしゃいますけど、先にそのお話を聞いてから、ディスカッションをしていただく、そんな、やり方にしてみたいと思います。それでは、続いての、パネリストご紹介申し上げます。高平美穂さんです。一般社団法人社会応援ネットワークの代表理事をなさっています。1984年に朝日新聞社に入り、その後様々な若者向けのニュースを作ってらっしゃいました。2011年、大きな災害東日本大震災を、契機にネットワークを設立されて、現在は高齢者が進む日本、今後のキーワードはユニバーサル防災、減災だというふうにね、主張なさっていた、いらっしゃいます。それでは、テーマです。若い世代をどう巻き込むか、防災教育に取り組む。よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。社会応援ネットワーク代表の高平美穂です。どうぞよろしくお願いいたします。社会応援ネットワークは全国の小中学校に配られている、子ども応援だよりという、新聞の編集部が東日本大震災をきっかけに作ったボランティア団体です。以後、子どもたちの心のケアと防災教育を中心に活動してきましたので、今日は実践者の視点からお話ししたいと思います。もともと子ども応援だよりは、子どもたちや学校の先生からのこの人の話をぜひ聞きたい、憧れの人に会いたいっていう、そういうリクエストに徹底的に応えるという編集方針で作っているので、常日頃から学校からのいろんな連絡や声が寄せられるんですね。ですから 3.11 の時もちょうど1週間ぐらい経った時ですか、避難所になっている学校の先生たちから
たくさんの SOS が届いたんです。避難所で子どもたちのイライラがもうピークになってて、保護者も先生ももう限界ですとか、阪神淡路大震災の時はどうやって学校再開までこぎつけたんですか、教えてくださいというような連絡でした。で、とにかくじゃあそちらに行きますねというと、現地に入って先生たちと一緒に作ったのが今見えている、子ども応援だよりのアンパンマン号外です。このあたりの詳しい経緯は論文集に書きましたので、よかったらぜひ読んでみてください。最初に入ったのが岩手県釜石市の学校でしたが、これは宇野住まい小学校というですね、自動車がここに刺さっているように見えているのはもう屋上まで完全に水に浸かっていたからです。まあ、現地に行ってみてつくづく現場に行かないと本当のことは見えてこないなというふうに思いました。避難所になっている体育館の撮影をしている時でした。疲れた様子のお母さんが近づいてきて、撮影クルーにお願いがあるんですと言うんですね。どうかこの子たちの写真を撮ってくれませんか、私も一緒にお願いしますって言うんです。普通の感覚で言うと、避難所生活で化粧もしていないし、女性なら写真を撮られるのは嫌なんじゃないかなと思いますよね。そしてメディアの立場からすると、肖像権の問題もありますし、むしろ個人が特定できないように配慮しなさいよと私はクルーに話していたんです。でもよく聞いていると、アルバムも何もかも全部流されて、家族写真が手元に一枚もないんですよ。今こんな状況でもいいから子どもたちの姿を残したいんですって言うんですね。それにせっかくのプロのカメラマンがここにいるんじゃないのと言うんです。その家族の写真を撮り始めると、みるみるうちに、うちも撮ってください、うちもお願いしますという手が上がって、長い列ができたんです。まるでアトラクションの前の列のようだったんです。一方、子供の鋭さに驚かされました。おばさん、あのタレントはいつもテレビ局のカメラと一緒にやってきて、撮影が終わるとすぐ帰るんだとか、テレビ局や新聞社の記者は欲しいコメントが取れるまで何回も同じ質問するよねと言うんです。私たちは支援記録の目的での撮影隊だったので、撮影震災後から学校再開までのありのままの姿を黙々と撮ることに徹していました。そして、まあ、定期的にというほぼ毎日通っていたいので、同じ記者でもおばさんたちは違うねと心を開いてくれるようになっていきました。自治体職員や学校の先生のご苦労は凄まじいものがありました。自分たちも家を流され家族を失う中で、懸命に避難所運営をしているにもかかわらず、あなたたちは公務員だから仕事がなくならないからいいよねというイライラをぶつけられる場面も遭遇しました。ある日、校長先生に中でもお茶でもどうぞと言われて校長室に入ると、校長先生が生徒や教員に心配をかけるし、カウンセラーには相談できないんですよ。でもね、記者に話す分には取材を受けていると周りも何より自分も納得できるからねと涙を流しながら、それまでの壮絶なご苦労を語ってくれました。こうした経緯から、私たちは取材という行為自体が実はこちらの姿勢一つで人を傷つけたり、あるいは心のケアになることも知りました。先ほど西川先生の1日前プロジェクトも心のケアになる、なというふうに感心して聞いておりました。そしてそれがきちんとありのままの正確な記事や番組になれば喜んでくれることも分かったので、私たちは取りためた映像やドキュメントを、事例集にまとめたり、ドキュメンタリー番組にまとめたりしました。特に福島県南相馬市にはずっと通って、小高区の小学校が元の校舎に戻るまでの5年間を元気に頑張り抜いた子どもたちの様子ということで絵本にしました。こうして学校現場からの要望に応えていくうちに、学校関係者の間に、あそこに頼むと何とかしてくれるらしいという、まあ、話が伝わったようで、全国からうちは被災地じゃないけどとんでもないことになったんだ、学校が荒れているというような声が来るようになりました。例えば特別支援学校の先生からこんなお願いがありました。特別支援学校での防災教育の教材というのは割と情報が古くて、
何か新しい教材はないですかといろんな出版社にお願いしてみたんですけど、そういう内容の本は、まあ、読者が限られていて売れないから成り立たないよ、自治体にでも頼んだらと断られたっていうんですね。そこでうちでは制作費をなんとか協賛金で集めて制作費、全国の特別支援学校約1200校に無料で配布しました。今もコロナと災害が重なる中、保護者からの相談が続々と来ています。それでコロナ対策の心のケアプロジェクトを立ち上げ、子ども応援代理の特設ページに専門家の回答をアップしています。そんな中でご縁があり、同じ志というか似た方というか北谷さんと出会うことができ、今回防災の担い手を広げるミッションをいただいたというわけです。ということで今日この番組をご覧の皆さんは、これから地域やコミュニティで防災リーダーを担う方だと期待して、これからは具体的な防災学習の方法を共有していきたいと思います。防災学習は大人もそうですけども、特に子ども向けならワクワク感を演出することがとても大事です。今日は身の回りにあるもので、とっさの時に役立つものを作る練習です。どこのご家庭にでもあるペットボトルとラップとゴミ袋で作れるものを一つずつ紹介します。まずペットボトルからは、子どもたちがとても面白がる簡易蛇口を作ります。ペットボトルの下の方にドライバーなどで2、3ミリの小さな穴を開けます。あまり大きくしないでください。その穴をしっかり押さえながら水を入れてキャップをしっかり閉めます。そして使うときに蛇口をひねるようにキャップを緩めると水が出てきます。おままごとに取り入れても楽しいですよ。さてラップからはロープを作ってみましょう。ラップを長く伸ばしながらねじっていき紐状にします。一本でも紐になるんですが、それを3本作って三つ編みにするとより丈夫なロープになります。避難所で洗濯物や洋服をかけたりするときにも役立ちます。三つ目はゴミ袋です。45リットルのゴミ袋を用意しました。そこを上にして、ちょっとこれは難しいので、後で社会応援ネットワークのホームページにもアップしておきますが、4箇所になんとハサミを入れるだけでポンチョができてしまうんですね。ちょっとうちのアシスタントがかぶっています。はい。今回ご紹介したものは、実際の災害時に使うものというよりも、とっさの時の判断力を鍛える訓練という意味合いが実は大きいんです。だから、集まったみんなで他にもアイデアを出し合うともっと良い学習になります。で、そんなことをしている中で、とっさの時って、どんな時かなと災害の話を始めると、子供たちの中でも必然性が生まれます。そして何が起きても、まず自分でいろいろ考えてみる。自分の身を守る。次にみんなの知恵を合わせれば、なんとかなるという自助と共助の力を育むことになると思います。そういう意味で、防災学習は教育の本質であるとも思っています。時間が来たようなので、前半はこれぐらいにしておきます。はい、高平さんありがとうございました。防災教育でね、実施したものは子どもたちもお家へ帰ってお母さんお父さんと一緒に作ってみるとすごくいいかなというふうに思いました。さあ、それではもう一人のパネリスト発言をお願いしたいと思います。北谷正道さん、もう言わずと知れたこの今回の、防災ウィークの事務局長でございます。そして、NPO 法人暮らしと耐震協議会の理事長をなさっていらっしゃいます。今回ですね、大丈夫ですか？はい。なくて大丈夫ですか？はい。それではですね、ミラクルテレビの代表でもございます、北谷正道さん、よろしくお願いいたします。あ皆さんこんにちは。それからパソコンの前で、僕たちのこの番組を見てくださっている視聴者の皆様にも、ご挨拶申し上げます。6日間いろんな人たちが一生懸命に力を出してこの番組を含めて
第8回首都防災ウィークをここまでやってきました。正直我々が最初に考えたことよりもはるかに良い、プロジェクトになったなというふうに思っています。今日私はいろいろ話したいことあるんですけども3つのお話をしたいと思います。それは私がこれまでに取り組んできたものの中で一番新しく始めたプロジェクトがこのミラクルテレビなんですね。5ヶ月やってみて3つのことを私は感じています。まず第一はこのミラクルテレビというものが人と人が親密に至近距離でお互いの顔をしっかり見ることができてアップでも見ることができてそして伝えられて共感を広げていく非常に優れたメディアであるということでした。これは私たちが4月の11日に開局する前に頭の中で想像していたこととはまるで違っていたんですね。その時にはこういう対面のコミュニケーションができないから代替措置としてこれをやろうということを考えたんですが実際にはこの5ヶ月間に私自身も含めて非常にたくさんの方々と深く知り合うことができています。昨日世界ミラクル音楽祭という音楽祭やりましたけどもぜひ YouTube 見てほしいと思うんです。本当に胸を打たれる感動的なテレビでした。こんなものはこれまでに僕は見たことが一回もないです。皆さんも同じ印象を持たれると思います。そしてもう一つ、これがどこでもドアなんですね。今ここには多分三重県の小茶さんとかですね、北九州の、竹久さんとかいろんな遠くの方が出てきます。昨日は台湾や韓国の方々も出演をしてくれました。つまり普通だったら考えられないような緊密なつながりの機会を四六時中僕たちは行うことができるんですね。それも自宅にいて美味しいコーヒー飲みながら時には一杯飲みながらコミュニケーションができる。これは大変優れた装置であります。そして2番目に私が感じたのはちょっと口はばったいですが我々がということは普通の市民が初めて自前の総合的で日常的でそして主体的な自分たちが発信できるメディアを持ったテレビ局を持ったということであります。これは私たちが日常を見てきたテレビとは全く違うんですね。これは一番初めの至近距離で見つめ合うということに起因するんですけども話してる人の表情が全部わかる。話しては聞いてる人たちの表情が全部わかるんです。そういう中で自分が話していることが今伝わっているのかどうかということを確認をしながらそのうちにこれまでに自分が話し合ったことないような自分や自分の家族の障害のことであるとか話したくない誰にも知られたくなかったことも含めてですねでもこの人たちだったら自分は話すことができるということでいろんな初めて聞く話を僕たちは聞いています。そういう総合テレビ局が持ったとまだまだ本当に弱いテレビ局ですけどもこれが多分次につながっていくんじゃないだろうかと思っています。それはたくさんの課題を同時につく連立方程式ということであります。画面共有切っていただきたいと思います。これは何かというと今日私たちは自然災害の話をしています。地震と水害の話をしていますけども世の中にはまだまだたくさんたくさんの問題があります。福祉の問題もあれば高齢化の問題もあれば教育の問題もあれば文化の問題もあればお一人お一人は大変たくさんの問題を抱えて毎日毎日を暮らしていらっしゃいます。その分野だけを取り組んでいてはこれはなかなか解決ができないと。そうではなくて自分が一番大事だと思っていることのちょっと横にある他の人がこれは大事なんだと思っていることにちょっと関心を持って横を向いてそして理解を少し広げると。つまりこれは方程式を連立させるという変な言葉ですけどもそういう意味を持つならば今
取り組んでいるいろんな分野の方々の力が横につながるならば、僕たちは解決をすることができる。それ以外には絶対に解決ができないということを25年ぐらいの取り組みを通じて私は実感しています。で、そうしたものを可能にする装置がこのミラクルテレビというもので、少なくともその一つになっているというふうに私は考えています。はい、今がどういう年なのかということを私はよく考えます。ミラクルテレビを立ち上げたからもよく考えてました。何なんだろうか今の時はという、非常に不思議な体験をたくさんしています。多分特別な時なんでしょう。コロナがある、水害は今年の秋に今も含めて起きるかもしれない、直下地震は明日起きてもおかしくないと僕は25年間言い続けた人間の一人なんですね。そういうものがそうは言っても来るはずはないよというふうな我々の楽観的な気持ちっていうのがコロナによって僕たちは打ち砕かれました。で、あるならば今議論していることは想定内の脅威ですから、これは起きるんだと考えて、それに対してどういう力を作るのかということをお互いに真剣に考えなければいけないというふうに思います。老若男女、私もいつの間にか70を超えています。障害があってもなくても、難しい病気にかかっていてもかかっていなくても、その人が持っている力、それはその人しか使えない大事な力であります。それを誠実に果たしていくことを通じて、私たちはいろんな脅威に立ち向かって克服する、その力を作っていきたい、そう心から願っています。どうもご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ミラクル TV を創設した、歴史も含めてお話をいただきました。で、ここでですね、本当でしたらばもうね、ディスカッションなんですけど、全国の、Zoom を介して、お話をしていただく方3名をご紹介したいと思います。で、準備ができましたら切り替えていただいて、もうスタートとしていただいて結構ですが、まずですね、その災害時の支援をするというときに、本当に一番大変な方たち、いわゆるこのくくってしまえば災害弱者とか災害時要支援者っていう言葉になっちゃうんですけれども、それは一人一人の個人なんですね。で、その、最も大変な当事者の方々から、これからお話をいただきたいと思います。はい。まず最初にズーム発言をいただきますのが、タケ DS さんです。DS というのは、ディーフシンガー、障害を持っている聴覚障害の、シンガーの方でございます。ご準備大丈夫でしょうかね。それでは、聴覚障害と災害というテーマで、タケ DS さん、よろしくお願いいたします。皆様、こんにちは。私は聴覚障害者で、タケ DS と申します。普段はいつも手話で話しているんですけども、手話と話すと両方できないので、今日は声だけでお話しさせていただきます。普段は心歌バンド、手話アーターとして活動しているタケ DS です。聴覚障害者の災害対応と現状の課題、手話通訳制度は、手話通訳制度は、役所内障害福祉課、役所内、福祉課、また、役所内の中でダブルネットを利用したビデオ通話機能を利用して遠隔手話通訳サービスも今現存されています。あと別に手話通訳派遣はそれと役所とは別に手話通訳派遣はこのことあるか全部予約制で災害に適用するかといえば行政のサービス
ちは予約していて、こちらから予約して出迎えなければならないので限りがあります。他に日本財団のリレー電話での遠隔手話サービスもあります。日常から緊急には各サービスが聴覚障害者に対して通訳サービスの理解が得られず浸透してない面も結構あります。すべてを手話通訳がないと対応できないでは身を守ることさえ困難です。これまでの聞き知るところでは災害の混乱の中で復活するには相当時間がかかり、停電になるとアナウンスラジオはすべて音声です。突然の災害に聴覚障害者にとっては携帯は1日しか持たない。電気復活まで情報がないことになります。当然災害には命を守るにやはり素早い伝達意思疎通に慣れている友人、その場にいる人であり、必ずしも家に家族がそばにいるとは限りません。たまたま隣り合わせた人が聴覚障害者にどれくらい理解があるかというと疑問である。まずその手段を急がなければならないと危惧しています。私は特有災害サポートの研修を起点に三宅島阪神大震災、新潟中越地震と東日本大震災に関わり、そのつながりでいろいろ知り、震災後も展示に行ってきました。一つ疑問が、なぜ避難地地域が集まるところに手話を必要とする聴覚障害者は出会わなかったのだろうと思いました。これまでの災害体験、私の災害体験、台風、水害、地震、お話します。その疑問、避難所とかで会わなかった疑問が、一人一人でも多く助かるきっかけになればと、大震災と比べようがないが、聴覚障害者する、これまで体験したことを話します。災害が起きたときに、勤務中の身体障害者は早く帰りなさいって言われる。その結果が間違いだとは言わないが、おかげで台風、水害、地震による夜難民を体験しました。台風は勤務の帰り電車がストップし、電車で15分も来るよ、徒歩で帰った、歩いて帰った。途中風が強くなり、何度も吹き飛ばされそうになり、ガードレールにつかまりながら、水も滴るびちゃならぬずぶぬれになって、寒くて青汁を買うて4時間かけて自宅に着きました。今のように携帯が普及してなく、聴覚障害は携帯電話すらない頃です。水害は勤務の帰り台風で川が氾濫して、最寄り駅は膝まで水に浸かり、一駅先まで歩いて電車で帰りました。去年の台風はレベル3まで達してて、レベル4になる前に避難するか迷いました。ハザードマップを思い出して、例えば地域が高い階に行くこと、川や海が近い、地盤が弱い、地震に浄化しやすいっていうのもあるんですけど、地盤が弱い、強い雨の強いで見えなくて、空いたマンホールに落ちることの可能性もあるので、とどまるっていう選択もあります。あ、すみません、タケさん、タケさんにちょっと時間が超過しているので、これ聞こえなくて残念なんだけども、カオルさん送ってくれませんか。次は泣き倒されているのを見ました。次は地震です。私の祖父はたまたま関東震災の時東京にいました。広範囲に広がった火災に川に飛び込み、その川が熱くて亡くなった人もいたと聞いた記憶があります。大きな地震の時はほとんど外にいます。私の経験した地震では唯一
働いてた電車が新宿まで来たが、駅のアナウンスが忘れてしかありません。ホームで歩くまで待ってたら、そこで改札口まで人が埋まり、ホームもぎっしり身動きができなくなりました。いつ動きますか？わかりません。で、情報もなく4時間放置され、余震が来たからと思って恐怖でした。安全なところである程度時間を潰す策を後で示した。アナウンスは音声である電光掲示板があれば判断できますが、混雑ではそこまで指導は不可能です。災害の時、アナウンスはすべて音声であることを知ってください。私たちは何の保証にもなりません。停電の時は真っ暗闇ほどもっと何もできません。東日本大震災の時はたまたま空室で買い物して、バタリー通路の上を歩いていたら、普通に立っているのが大きな横揺れがありました。途中でビルの中へ入ったが、ビルの壁に手を当てるとガタガタガタ不気味な振動で、建物も崩壊すると突然感じて、収まったら急いで自宅に戻り、近所の人が集まっていたが何の情報も得られません。で、コインと傘と懐中電灯だけを準備してずー自動販売機等で購入して、広大にある公園に避難対処。広大だから2度目の地震が来ても大丈夫だと思いました。そこで見た光景は忘れられません。ベンチにいたら、道田のおじさんが声をかけてくれました。今、鳥がいないでしょ。次が来るよ、よと気をつけてね。終わったら鳥が戻ってくると。不思議な言葉を言い残して去ってきました。その時、周りにいたら鳥が全く見当たりません。雨が降ってきて、海側から真っ黒な雲が。はい、ありがとうございます。武さんがすごくね、熱心にお話をいただいたんですけれども、ちょっとお時間の関係で、途中ですけど、またね、お話をいただきたいと思います。ありがとうございました。非常に貴重なご意見をいただきました。続きましてのズーム発言、それぞれ4分ですのでどうぞよろしくお願いいたします。続きましては滝島光晴さんに登場していただきます。滝島さんは日本視覚障害者囲碁協会代表、ご本人も全盲であられながら、囲碁の腕前は4段という素晴らしいね、アマチュアの4段でございます。それではテーマは視覚障害と災害、大丈夫でしょうか。滝島さん、お願いします。はい、皆さんこんにちは、よろしくお願いいたします。今ご紹介に預かりました柿島光晴と申します。ですね、私自身も、視覚障害者なんですけれども、ミラクルテレビの中で視覚障害者への囲碁入門講座という番組をさせてもらっております。で、先週はこの首都防災ウィークの特別番組として視覚障害と災害という番組を放送させていただきました。その中で何人かの視覚障害者を招いて、実際に自分たちの災害にあった体験談とか、またそのレポートを話したんですけれども、その中で僕はすごく興味深かったことをここで3つお話ししたいと思っております。まず1つ目がですね、これは日本盲人福祉協会という団体が視覚障害者支援、災害支援の活動として出したレポートなんですけれども、東日本大震災で、受けたその視覚障害者がの支援を始めた時に分かったことが、まず一つ目というものがありまして、まずどこに視覚障害者がいるかという問題でありました。この教会に入っているもの、視覚障害者は名簿があるんですけれども、それ以外の人たちっていうのは名簿がないんですね。だからどこに視覚障害者がいて支援を受けるかっていうことが明確に提示できなかったっていう問題があったということです。で、2つ目は今度は高齢者の問題があったという話です。
視覚障害者で高齢になるとですね、なかなかパソコンを使って情報が手に入らないっていう方もいらっしゃったようで、僕らが使う音声を使ったパソコンの操作とか、あとは時計ですね、音声時計とか、そういうことが手元になかったりするということで、情報がでうまく手に入らないという問題があったそうです。そして3つ目がですね、今度はメンタルマップの再構築という、ちょっと横文字で分かりにくいんですけれども、これはですね、新しい環境になった場合、僕らが頭の中でその地図を描くことが必要なんですね。普段生活している部屋であると、部屋の間取りとかすべて体で覚えられるんですけれども、それを、まあ、例えば避難所生活になった場合、ゼロからまたそれを作り直さなきゃいけないという問題があるということを聞きました。で、僕はですね、この3つを踏まえて結論的に言うと、やっぱり普段からですね、地域の人たちとすごくつながりを持っていくことが大切だと思います。やっぱりそれはこう声でですね、普段その対話して、で覚えてもらう、あの人確か視覚障害だったから、今あの人大丈夫かしらっていう感じで気に留めてもらうような、そのようなこう環境を作ることが、実はその自分自身の命を守ることではないかと、そう感じております。短い時間ですけれども、これで僕の発言は以上です。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。柿島光晴さんから貴重なご発言をいただきました。当事者として、やはり地域の人と自分たちからもつながっていかなければならないという、本当にね、力強いお話もいただきました。それではズーム発言、もうお一方です。小谷浩二さん、小谷さんは高次の機能障害という、例えば怪我とか、それから病気、脳卒中とかで高次脳という非常に重要な脳の一部が、障害を受けてしまったという当事者の方です。テーマは高次脳機能障害と災害、ご準備はよろしいでしょうか。小谷さんにつながっていますか。ちょっと待ってね。コウジ君の画面が出てこへんね。コジャさん、あ、はい、いらっしゃいますね。あ、はい、もしもし。あ、どうも。皆さんこんにちは、ご紹介に預かりました、コジャ浩二と申します。三重県から参加しています。私の障害は、高次脳機能障害という障害です。皆さんがいろいろお話をしていただいていますが、あまり長い話だと何を言っているのか理解が遠くなり、できなくなってしまいます。障害にあったとき、ある程度は自分で行動できますが、災害にあったときはある程度は自分で行動できますが、避難所などで声だけでも指示をされても理解ができないので、文章で教えてもらいたいなど、いろいろ問題があります。ミラクルテレビを通じて、皆様に高次脳機能障害をお伝えしたいことなど考えていきたいと思います。はい。近所の、そのために近所の、人たちと交流を深めるために地区内会の掃除へ出て積極的に、行動している姿を見てもらっています。で、そういう人たちと関わりを日頃から関わりを持って、災害にあった時は助けていただこうと思っています。もちろん私で助けれる部分があれば率先して助けます。まだ話、余分な話にならないんで聞いてください。
あのゴーヤが黄色くなって捨てる人もいますが、災害の時はこんな状態になってでもあのゴーヤは糖分が出てきて甘くなってますので食べると美味しいです。ちょっと余分になりましたけども、いざという時の避難や食料がなくなっている時はここの今私が紹介したこういうようなゴーヤも積極的に食べてもらえれば元気が出ますとか、皆さんいろいろ挑戦してください。文章は短いですけどもここで終わります。ありがとうございました。はい、小蛇さんありがとうございました。ゴーヤの、ね、使い方も見せていただきましてありがとうございました。さあ、皆さんのご協力で、ここまでの時間非常にうまくコントロールができております。それではここから自由討論を、していきたいと思います。このコーディネーターにつきましては、中林先生どうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは残り、何分まででしたっけね。45分。27分からまとめの発言、はい、はい、分かりました。最後のまとめの発言まで含めて50分までということですので40分今日ですね、の時間をいただいて、討論をしたいというふうに思います。今日多くの方からご報告をいただきました。ちょっとお待ちください。まあ、私が少し最初に複合災害、これから起きる災害ってどういうものかとちょっと厳しめのお話をさせていただきました。その後西川さんからは、まあ、一日前プロジェクトって西川さんがずっと内閣府の時ですかね、特に取り組まれてきた被災者の皆さんがこんなはずではなかったってインタビューで必ずおっしゃる、そのこんなはずにしないために災害の1日前に戻れるとしたら何をしましょうかということを探り出すというか学ばせていただく、まあ、そういうプロジェクトでした。これは実際に被災した方の振り返りの教訓メッセージですので本当に我々がいかに生かすかということが求められている、そういうご紹介だったかと思います。もう一つ大原さんその次にですね、水害を中心にということですけれども、まあ、水害のヒヤリハット、まあ、特に組織としてヒヤリハットで政府だった、政府だとよく日本で言うと喉元すぎればみたいな話でですね、ああ大丈夫よかったねって忘れちゃうんですけれども、それをいかに忘れないで次のヒヤリハットはなくそうという、スイッチが入るかどうか、次はヒヤリハットじゃ終わらないかもしれないよと思って対策に結びつけて取り組めないか、まあ、そのためにこれも西川さんと同じように、まあ、事例を紹介することでですね、それぞれが学んでいただいてそれで自分ごとにすると、教えてあげるじゃなくて学び取ってくださいというものであったかと思います。その後、高平さんにお話をいただきました。子どもたちの、まあ、心のケアからね、から、子どもたちの防災教育と次世代の防災リーダーをどう育成するかという観点で、まあ、取り組む必要があるんじゃないか、まあ、そこにユニバーサル防災というですね、言葉も出てきたのではないかなと。子どもたちやがて大人になって結婚して親になって地域の主役になっていくわけですから、まあ、そういう人たちがずっと
生涯かけてですね、持ち続ける防災魂、防災の心っていうのを、まあ、作り出していく、まあ、そういうことであったかと思います。その後、まあ、北谷さんからですね、今日のコロナ対応で我々が使ったツール、Zoom を中心としたものですけれども、このミラクル TV の可能性ということで3つ挙げていただきました。その後ちょっとうまくつながらなかったんですが、聴覚障害の竹さん、聴覚障害ですと外出中に被災した時に音声はよく流れるんだけども視覚情報として緊急情報が出てこないと、聴覚障害の方は視覚情報、文字でも絵でもいいんですが目に訴えてくれないとわからないんだというお話だったかと思いますし、柿島さんは視覚障害ですね、だから目とか視覚情報を出されても実はダメなんだということで、災害によって必要な情報も違うんだということでもありますし、改めてそういう時の支援を求めるには近所付き合い普段からやっとかなきゃダメなんだよねというようなお話をされたかと思います。小蛇さんは高次脳機能障害ということなんですけれども、小蛇さんも図らずも地域とのつながりちゃんと作っとかないと災害起きたら私たち大変だよねという話を、していただけてたかと思います。まあ、こういう皆さんの発言を受けて40分足らずでございますが、この後少し、討論をしていきたいと思っています。まあ、コロナ禍の地震とか水害というようなことではありますけども、それぞれコロナの対策を同時にやる、水害の対策をする、地震の対策をする、できればそれは事前にやっておいてなんぼかと、事前にやることが大事なんだっていうのが多分皆さんの共通した話になったんじゃないかなというふうに思います。若干振り返りかもしれませんけれども、事前に自分がやれることを自助としてどういう備えをしておいたらいいのかということを、まあ、2、3分でですね、それぞれお話をしていただきたいなと思っています。まず西川さん、それから大原さん、そして、まあ、一人一人が備えるという意味でですね、大原さんから、コロナの事例集も準備してますということでしたが、まあ、保健医療の専門家でもある今日司会していただいている岡野谷さんにもですね、コロナにどういう心構えで対応したらいいのかというあたりのポイントというのか、勘どころを一言お話をしていただくということで、最初は3人の方に少しお話をしていただこうと思っております。じゃあ西川さんお願いします。はい、ありがとうございます。なんといっても災害は人ごとだと思っていると備えができません。ともかく我がこと感をどうやって持つか、もうそれが全て の基本だと思っています。今先ほどですね、私の方からいくつかの事例をご紹介しましたけれども、いずれもですね、後から振り返ってみればこんな目に遭わなければよかったのにっていう話なんですけれども、やはり起こってみて初めて分かることってのはたくさんあります。でそれを他人の経験としてではなくて我がこととして共有できれば、その他人の苦い経験が将来の被害のを防ぐことにつながります。ともかく繰り返しになりますけれども、災害は人事ではない。今日ですね、台風10号が九州に大接近をしてますけれども、それは今、東京にいる我々にとっては人事ではない、その感覚がとっても大事だと思います。ありがとうございます。はい、我がこと化すること、人事として見るんではなくて我がことにしてみようということで、まさにそのためにちょっとで必要なことがあるかもしれません。つまり見た事例を自分に降りかかるものと考えて想像してみる、私のところでこういうことになっちゃったらどうするんだろうということを想像してみる、そういうことで我がこと化する一歩目が開けるんじゃないかなと思います。ありがとうございました。
それじゃあ、大原さん、水害対応ということでいかがでしょうか。はい、大原です。先ほども申し上げましたように、避難先は小中学校や公民館だけではなくて、安全な親戚宅、知人宅などもぜひ選択肢に考えてください。あなたにとってコロナ禍においてどの避難先が最適かについて誰も教えてくれません。ぜひ自分自身で考えましょう。これこそまさに、自助努力です。さらに皆さんにお願いしたいことは、いつも以上に早めの対応ということですね。コロナ禍において自治体は2メートルの間隔を持って避難者を受け入れてますので、すなわち避難所は満員になって入れなくなる恐れもあります。早めに対応して満員になった場合は他の避難先に移動するということをやってるわけなんですけれども、ぜひ皆さんも早めの対応にご協力いただきたいと思ってます。以上です。はい、水害時の、避難ということで、コロナもそれから避難も我がこととして考えてくださいと。そのためにおそらく短くおっしゃいましたけれども、事前にここの避難場所、避難所はどこかいっていうのを確認しておくとか、コロナ対応でいうと、もう少し、避難所だけではない分散避難ということで、誰んとこなら、行ってもいいかしら、避難させてもらえるかしら、それもいきなり行くんじゃなくて、やっぱり事前に電話するとかお話ししとくとか、そんなことが大事なんだろうというふうに思って、そういうことを我がこと化しておくっていうことなんですよね。援護避難は我がこと化と同時に、その他人に対してあなたも我がこととして考えてね、あなたのとこ高台で水来ないと思うけど私助けてねっていう我がこと化をしておいてもらうっていうようなことも含めて、お二人ともキーワードと我がことかということだったかと思います。じゃあ岡野さん。はい、はいはい、突然振っていただきましてありがとうございます。医療職という立場から皆さんにお願いしたいことは、普段の避難を考えるときには、例えば、避難所に行くだけではなくてお出かけをするときも同じですけれども、例えば何か普段ね、いつも飲んでるお薬があれば、そのお薬を少し多めに用意しときましょうって皆さんご存知ですよね。ですから、このコロナの状態で避難しなきゃいけないなと思うんであれば、今必要なマスク、ね、それから、もしもっと細かくいっぱいやりたいって方はフェイスシールドとかいろいろあります。アルコールのジェル、こういったものを、お出かけするときにも必ずちょっと、マスクだったら1枚だけ今つけてるだけではなくて、持っていっていただく3枚4枚、あるいはもしかしたら1ヶ月ぐらい避難しなきゃいけないのかなと思う方はその分、ね、で今私がつけているこのさらしマスクって非常に、涼しくて便利です。で洗えばもう3時間ぐらいで、乾燥してまた使えるんですね。ですからこれが2枚あるだけでも十分っていう工夫を皆さんなさって、いつもの避難袋の中にもしっかり入れてといていただく。あとは避難所では手洗い、ね、それからマスク、少し間を、お互いの間を離して、生活をする。これは今皆さんがやっていらっしゃることをそのまま避難所でもやっていただければ大丈夫です。というところでよろしいでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。水害と地震というのは災害として種類は違うんだけど、多分避難をするという前提に立つと、やっぱり最低持っていくものが必要で、まあ3日分あるいは1週間分、まあ、持ってくんだったら3日分が限度かなと思いますが、水、食料ですよね。そういうあるいは生活に必要なグッズプラス、今は必ずコロナの対応を自分で持っていかないといけない。避難所行ったらなんとかならないかもしれないということを十分考えて、おかないといけないということだと思うんですね。それからもう一つ、時間が短いので言い忘れましたが、北谷さんが先ほど説明されたような、我々も、情報というですね、飛び道具を持ったんだと。災害の時にミラクルテレビでいろんな情報を出したり相談事をしたりということもできるんだと。それに対応するためには、まあ最低スマホをやっぱり持っていかなきゃいけないので、そのスマホの電源を切らさないようにですね、しっかりとそれを持っていくということ、
それから岡野屋さんがおっしゃった薬が必要な人は薬を1週間分、ぐらいは持っておきましょうと、そのようなことをやる。これ全部自分ごとですから、自分でやらないとできないし、自分によって何が必要かが微妙に違うんだよということを、考えて準備することが大事なんだということをお話しいただいたかと思います。それではもう一つ2番目の話題ということでですね、今事前に準備するという話だったんですが、物を準備して配慮したということをプラスですね、やっぱり行動とか活動ということをしとかないとですねいけないと、訓練だったりも含めてですけれども、まあ、そういう事前の活動とかいうことをやっておくこともすごい基本ですよということかなと思っています。高平さんが取り組まれているその防災教育とか防災学習というのも、ただ単に知識を学ぶだけではなくて、いろんな活動行動を通してですね体に染み込ませるということが大きな役割というか課題として、あるいはそれが大事なんだというポイントとしてあるんじゃないかと思うんですが、高平さん少しその辺のお話をフォローしていただけますか。はい、ちょっと私からは先ほどワクワクの続きで、まず防災学習はワクワクしなければならない、そうしないと若い人には広がらない、そういう意味で先ほどワクワクする内容をお知らせしましたけども、今度はワクワクする防災の枠組みの作り方ということで、ぜひ、ご紹介したい事例があります。荒川区は2015年に区内の公立中学校10校全校に防災部を作りました。これはすごく面白いアイデアですよね。で、防災部の活動というのが、被災地の学校と交流したり、消防署の協力で消火ポンプとか AED の使い方を学んだり、そういう実践と、ジュニア防災検定にチャレンジさせるという、そういうお勉強モードをちゃんと混ぜてあるんですね。で、実践編では、リアカーに防災器具を乗せて、町内を巡りながら、防災訓練の出前しますと、中学生が町の人に声をかけてるんだそうです。そうすると、まあ、中学生に声をかけられたら、町内会で一つやってみようかっていうような事例が増えて、今そういう、まあ、ご近所付き合いというか、中学生を核にしたご近所付き合いがまた復活しているということです。で、初年度は30名でスタートした部員が今では300名ほどになっているということなんですが、やはりこれにはポイントがあります。防災部を健全育成のためのボランティア活動と位置づけて、他の部活動との兼部を OK にしていることです。月に1、2回の参加の割には、消防署と一緒にいろんなことができたり、保護者受けもいいということです。所属している生徒は誇りを持つことができて、他の生徒たちから羨ましがれるようになってきているということです。そして極めつけがこちら、見えますでしょうか。防災部員しかもらえない、このバッジ。防災部なんかかっけーっていうね、今時の子たち、このバッジが欲しくてですね、防災部に入りたいという人が、アンサーが今出てきているらしいんですね。それで、これがなんと小学校でも防災部ができ始めたっていうのが荒川区で、この仕掛け人がですね、まあ、ある意味控除になるんですかね、教育委員会だったんですね。その仕掛け人が今は第3日暮里小の校長先生をしていらっしゃるっていうので、実は伺ってこのバッジをお借りしてきたんです。そしたらまあ小学生も、まずこのバッジを目当てにですね、入りたいと。で、先生はね、それでいいって言うんです。最初は。何かバッジ目当てでもまず関心を持ってもらうことが大事なんだから。で、その甲斐あって防災部になりたい子が今急増しているそうなんですね。このように、やはり子供の視点から、まあ、防災教育は大事だっていうのはいいんですけども、必然性の方ばっかりをね、もうそろそろ地震が来るんだよとか、ここまで水が来るからって言っても、子供はなかなかそれを必然性というふうに、まあ、取り組もうという気持ちになりません。ですので、このようにまずワクワクするようなポイント、ミラカブルテレビもワクワクするからこれだけ広がったと思うんですね。そういう視点が大切だということと、まあ、これはポイント、中学生。
ぜひ地域、高校生と違って地域在住率が高い中学生をこれからそれぞれの地域の防災の担い手にしていくということを考えてみてはどうかなと思っております。はい、ありがとうございます。中学生、かつては防災弱者、助けるべき人、小学生、中学生だったんですが、高齢化の時代の中ではですね、むしろ高校生、中学生というのが一番元気で体力があるかもしれないと、そういう時代になってきた中での荒川区の取り組みということであったかと思います。こういう子どもの防災を拡大させていくっていうのも一つの大きな時代の流れだと思うんですね。でもう一つ、先ほど北谷さんがお話になったこのミラクル TV を使ってこれまでの地域防災活動みたいなやり方とは少し違うですね、活動を展開するということに、先ほど可能性を示されたんですが、その北谷さんとしてもう少しこのミラクル TV の実際の展開っていう夢を語っていただけますか。ありがとうございます。一言で言うとですね、僕たちはやり方を変えなければいけないと思うんですよ。新聞やテレビを見ればこれでもかこれでもかこれでもかこれでもというふうにいろんな問題が指摘されているわけですよね。それらは実在する問題なんです。僕たちはそれに対して本当に効果的に関わってきたんだろうか。地震防災に変わってきた人間の一人として反省を込めて言うならば、いつの間にか、じゃあ今年の首都防災何やろうかとか、どんなテーマにしようか、誰に来てもらおうか、人をどうやって集めようかという、終われば今日は頑張ったね、一杯飲むという、そういうことがあったと思うんですよ、僕自身を含めてね。でそうではなくて、僕たちは何をやるかが問題じゃなくて、その結果何が起きるのかが大事なんですよね。僕は問題を解決すると言いましたけども、そこにつながらなかったらやっぱり何やってるかわからない。その時に大事なことはやっぱりワクワクすること、今日たくさん出てきますけども、嬉しいこと、楽しいこと、感動すること、そういうものが共有されていかなければいけないんですね。形だけのシンポジウムを何回やったって何の力にもならないと僕は思っています。そんなことをやっている時間は僕たちにない、この国にもないと僕は思います。やり方を変えるということは、シンポジウムのやり方を変えるのではなくて自分のやり方を変えることなんですよね。今この会場にいらっしゃる方、それからパソコンで見てる方々が、障害を持ってらっしゃる方もいる、よくわかる。でもその方にだってできることがたくさんあるんですよ。その時にこのズーム、あるいはこの IT と一般に言われますけども、そういうものはその補助道具としてうんと役に立つんです。それを使っていただいて、俺もこういうことはできないよっていう人に、でもこうやればできるんだよっていうのを教えていただいて、携帯でご指導いただいて、一人また一人と共感を共にする、共に共感する、そういう方々をぜひ作っていただきたいなというふうに僕は思います。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。今までよく顔は見えないけど親しい関係って言ってたのがですね、これが音声を使うだけではなくて、このズームを使うことで顔を見ながらまさにリアルタイムで話ができると、遠くでも世界中どこにいても話ができる、その道具を使うことで、なおかつなんとなくたくさんの人とつながってるんだけど、実際やってみるとパーソナルにつながってる錯覚かもしれないんだけど、そういう感覚に陥るんですよね。そうするとその瞬間紙芝を脱いで忌憚なく話し合いができてしまう。なんとなく私もこの数ヶ月の体験でですね、そんな思いをしました。大学生は授業対面式でやると、はい質問って言ってもほとんど手上がらないんです。ところがズームなんかを使って授業をやると、
なんか質問あったらチャットに書いてねって言うと大変なんです。もう対応できないぐらいわーっと出てくるんですね。ではそういうつながり方が今後できていくんだとすると、その北谷さんのおっしゃったですね、一人一人が共感を増やしながら、やりたいこと恥ずかしいからこんなことやっていいのかなって言いにくかったことも書いてみたら、おおそれいいねっていう反応がどっと出てくればですね、どんどんそういうのが展開していく、まあ、そういうような新しいやり方が今できるしやっておくべきではないかなと、まあ、そういう提案だったかなと私は理解しました。高平さんも北谷さんもそういう意味ではワクワク防災、いやいや防災じゃなくてワクワク防災で防災を楽しむ、そういうやり方をこれから考え、かつそれを実践する技術ができてきていると、そんなことにつながったお話をいただいたのかなと思っています。そういうことについて西川さんあるいは大原さんから何かフォローありますか？はい、私も長いことこの防災の仕事をやってましたけれども、防災だけでですね、なんか活動を続けようとするとなかなか長続きしないんですね。で、何かと防災を組み合わせると、この長続きするっていう感覚があります。ですから、例えば、北谷さんやってらっしゃる囲碁と防災を結びつけてみるとかですね、思わぬ組み合わせっていうのは案外効果があるのかなと。いう気がします。なぜかというと防災だけ考えてるとですね、なんとなくこの、だん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 煮詰まってきてしまうような気がする。で例えば防災を町づくりと結びつける、まあ、これがそもそも日本の都市計画の原点なんですけれども、町づくりと結びつける、あるいはその、教育活動と結びつける、何かと結びつける、場合によっては音楽と結びつける、そういった中でですね、防災のその活動が広がっていくというのはとっても大事じゃないかと思います。私かつてですね、2006年当時から先ほどの1日前プロジェクトのきっかけとなった災害被害を軽減する国民運動というのを始めたんですけども、その時も何かと組み合わせる、例えば小学生のその通学路の安全確認と防災を結びつける、そういったこともですね、損保協会の方と組んでやってみたことがありますし、何かとの組み合わせ、それによっていろいろなその防災活動の幅も広がるし、また継続にもつながるという気がします。ありがとうございます。はい、何かと共にする防災、これが何でもいいんですね。人間でもいいし物でもいいし、お酒でもいいし遊びでもいいし、確かに何かと共にというのはつながりますよね。継続につながりますよね。あ、ついでに一言言うと、例えば今コロナでご自宅でキャンプやってみる人って結構いますよね。キャンプってその災害対応の経験としてものすごくいいんですよ。ですからコロナウイルス対策とキャンプを防災につなぐというのもありだと思います。ありがとうございます。はい、小原さんどうですか？私はつながる防災という観点から一言申し上げます。冒頭でもスライドをご紹介しましたが、近年の3年間で450人亡くなってまして、6割から7割は高齢者、65歳以上なんですね。でやはり高齢の方で耳が聞こえづらいとか足が悪いとかで、避難躊躇されまして結局家ごと流されるとかそういうことが多いんですけれども、ぜひご家族が、危ない地域にいらっしゃる場合でしたら電話をかけるとか、ちゃんと避難してるかなとか声をかけるなど、ぜひワンアクションしていただけたらと思っております。そういうワンアクションでもしかしたら誰かの命が救われるかもしれないというふうに願っています。でさらに高齢の方だとどうしてもハザードマップとかご覧になってなかったりする場合があります。で若い方だとスマートフォンでも見れますし、国土交通省でもハザードマップのポータルサイトとか載せて自分の街のハザードマップ見れるようにしてますが、なかなか高齢者の方ご覧になってないのかなと思いますので、ぜひあなたのお家こういうふうに危ないからちゃんと避難しないといけないよねっていうようなことを世代を超えて伝えていっていただけたらというふうに思っています。はい、ありがとうございます。もう一つ
つながる防災、ワクワク防災、共にする防災、つながる防災、3つ目が出てきたように思います。確かにお年寄りにはあんまり日頃電話もしてこない息子よ娘よりも孫から電話もらうと聞くかもね。おじいちゃん早めに避難だよって孫が言うと、そうか、じゃあやって行ってみるかっていうことにつながるかもしれない。そういう意味では世代を超えてつながっちゃうというようなことがね、人の命をつながる、助けることにつながっていくような気がしました。はい、ありがとうございます。それでは話題の3つ目に移りたいと思います。話題の3つ目はですね、まあそろそろまとめの時間ということなんで、一言ずつ皆さんにお話を伺いたいなと思います。今孫という話が出ましたが、世代を超えてつながる、それから障害者、高齢者も地域とつながる、これは大事だよって、先ほど小蛇さんとか柿島さんからも出てきました。そういう意味でですね、いろんな方とつながる、誰も見捨てない防災ということも大事なんだと。高平さんのお話にユニバーサル防災っていうのがありましたが、これはまさに 誰も見逃さない、誰も命を落とさない防災ということでもあったかと思います。そんなことを目指して、3年後2023年を迎えたいなと思うんですが、あまり私が方向付けしちゃいけないんですけど、これまでの議論をあるいは報告を踏まえて、まあ、最後一言言い残し、あるいはここがポイント含めてお話をお願いしたいと思います。じゃあ西川さん、大原さん、高平さん、北谷さん、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。皆さんぜひですね、1日前プロジェクト検索してみてください。800人余りの体験談が載ってます。でそこには皆さんと同じような立場の方のお話が必ずあります。それをちょっと見ていただくと、あ、こう万が一の時にはこうしよう、万が一の時にはああしようっていう発想につながると思います。あと、企業を経営してらっしゃる方もいらっしゃると思います。でそういう方はですね、ぜひBCAO アワードというのがあります。これは災害対応で事業継続で苦労した方でうまくいった企業の事例を表彰したものです。ともかくですね、こういう防災の話っていうのは何々すべきというお説教中のものをですね、いくら一生懸命作ってもあんまりこう心に響きません。だけど身近な立場の人の体験談っていうのは心に響きます。皆さんですね、ぜひそういう体験談を活用していただければと思います。ありがとうございます。はい、私は防災というのはまず自分のことをよく知るところから始まると思うんですよね。さっきもハザードマップの話しましたが、まず自分が住んでるとこ危ないのかどうなのか、よく考えていただいて、でそれで危ないんだったら、じゃあ何どういう対策をしようっていうふうにどんどん段階を踏んで防災を深めていっていただけたらと思ってます。ぜひ皆さん一人一人が考えていっていただけたらと思ってます。私からちょっと実質的なアドバイスというか、これから避難する方も全国にはいらっしゃるかもしれません。今避難所でリロケーションダメージといって、普段環境が変わることですごく精神的に不安定になる人が増えています。なので必ず避難するときに自分のいつも食べてる好きな食べ物とか好きなものを用意して、てください。そして大人からしたら、どうしてこんな時にそんなものと思うようなぬいぐるみも子供にとってはものすごく大事なこともあります。それからちょっと案外落とし穴なのは、皆さん保存食バッチリだと思いますけど、食べたことありますか？いざという時に子供に食べさせようとしたら、実はまずくて食べられなかったっていう報告がいっぱい上がってます。そんなこともありますので、まあ、備えといっても、なるべく非常時でも日常に近づける努力をするっていうのは大事だと思います。それから先ほどの、まとめですけども、これからユニバーサル防災の時代に間違いなく来ます。多様性の時代です。これには、やはり障害のある人
ですとか外国人が今どこが不便か困っているのかをちゃんと一緒に聞きながら、ですから作り手の方が勝手に作るんではなくて、一緒に教材とか避難所運営をすることで、このユニバーサル防災っていうのはきちんと成し得るだと思います。ぜひみんなで一緒に、まあミラクルテレビはそれができるので、このミラクルテレビのありようを私たちも参考にして、これから防災教育に取り組んでいきたいと思っています。あ、はい、中林先生、ちょっとお願いなんですけども、ちょっと時間がありますので、今僕のところからはですね、73人の方が今日のテレビ会議に参加していることが見えるんですね。で、その中でお顔を出していらっしゃる方に少し感想を伺ってもよろしいでしょうか。はい、結構です。はい、それでは一番先にですね、山中美恵子さん全く突然にっていう、山中さん僕よりも年長でいらっしゃいますので、いつも中林先生の番組とか、それから浅野志郎先生の番組とか熱心に、ご覧いただいて本当に嬉しく思っています。どうぞミュートを解除していただいて一言。はい、はい、ありがとうございます。私本当に北谷先生、とお目にかかって、でまあ、多分 2年ぐらいになるかと思うんですが、囲碁を教えていただくというところから始まったんですけれども、そのつながりの中でこういうふうにいろんな形で広がってきたということ、そこにおいでの高平さんとは、パイロットクラブという私が所属しておりますボランティアの会でもご一緒させていただいて、でも私の知らない高平さんを今現実に本当に拝見させていただく機会も得ました。本当に普段尊敬申し上げておりますけれども、そういう中で皆さんのことをいただけた、それはすごく幸せなことだったと思ってます。私もパーキンソンという病気を持ちながら活動させていただいてます。年齢も81歳とちょっと難しい時期ですけれども、まだまだ自分でできることがあるのかなと教えていただいたのがこの会でございます。本当に皆さんに感動して感謝を申し上げております。ありがとうございました。どうぞ他にもおられます。どうぞ手を挙げて、あるいは喋っていただければスピーカービューで出ますので、柴本さん、じゃあ考えてないで何か言って。あ、柴本です。ありがとうございました。すみません。麹の機能障害、私の夫は麹の機能障害なんですけども、まあ、麹の機能障害というのは、あれハウリングしてます？知ってる人は知ってる、当事者の人は知ってるけれども、社会では一般的にまだ、知ってる人が、まあ、少ないと言うとちょっとね残念なんですけども、まあ、防災も同じだなと思いまして、私このミラクルテレビに参加するようになってから、この中林先生の番組でもういろんなものが必要だってことを情報として、得られて、もういろんなものを集めてきたんですけども、まあ、私は興味とか関心を持ったから、だんだん詳しくなってきて、それでも、今日の番組この企画ではもう知らないことばかりでですね、この全然知らなかったこの、水害対策ヒヤリハットっていう、ホームページも知りませんし、内閣府の、5つのポイント、それからこの1日前のプロジェクト検査、そういうのも全然今日まで知らなかったということなので、私でさえ、私もまだまだ知らない方ですけど、知らないのに、知らない、興味を持ってない人はもっと知らないな、個人の機能障害と一緒だなと思ったんですよ。だからどういうことが必要かというと、少しでも興味を持った人、あるいは当事者の人が、その全然興味を持ってない人に、この防災のこと、個人の機能障害のことも同じですけども、広げていく、努力を、知った人から、していかなきゃいけないなということで、私は、ブログ書いてますから、早速今日、得た、いろんな情報をブログに書いて、教えたり、自分でも家族会やってますから家族会の方で流したりとかで、少しでもこの情報を持ってる人を増やすことが大事かなというふうに、感じました。これからもますます勉強していきたいと思いますので、本当よろしくお願いします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。
柴田ですけれど、よろしいですか。どうぞお話しください。はい、ですね、まず、基本的に自宅に滞在するってことは自宅が存在しなければならないので、私の立場としましては毎回言い続けていかなければならないので、今日出席の今70名の方々にも何しろまず家を耐震化することと家具の固定、先ほど西川先生のお話の中でも家に帰ったけれども家の中が、もう扉を開けたら足の踏み場もなかったっていうことがあったように、やはり家具が固定されてないとまずその、食器から全部出てきてしまうとかそういうこともありますし、そういう一番の基本みたいなことをまず私の立場として、もう一回ちょっとお話ししたいなと思いました。それからですね、今回 のお話も全部電源があってこその話なんですね。北海道みたいにブラックアウトしてしまうと電気そのものがなくなってしまう。だから自宅の中でまたは避難所の中でのその電源の確保ですね、バッテリーなんかの確保、それもすごく必要なことだと思ったのと、それから町のバッテリーってどういうところにあるのかなっていうことなんですが、例えばガソリンスタンドとか、それからコンビニなんかにはそういうふうに外の方にも使えるような電源をブラックアウトした時でも蓄電して使えるようなシステムみたいなものを作っておくというような、そういう町としてのシステムっていうのも必要ではないかなと思いました。でとってもいい話をこの間柿島さんのお姉様がしてくださいまして、お姉様も目が見えないんですけれども、子供とバラバラになってもしかしたら自分自身も被災して子供がどっかに行って避難所で一人でいる時があるかもしれない、そういう時のために母子手帳を持たせて、でそこに、自分のいろいろなことをその子供がどういう癖があるかということとか全部書き込んで、そして柿島さんがそうそう、それにはアレルギーのことも書かなきゃいけませんねっていう話をしてたんですけれど、そういう子ども情報みたいなものを全部やっぱり障害者の方々は自分の子どものにそういうものを書いたものを持たせて、それで過ごさなきゃいけないんだなっていうことをすごく教えていただいている気がするんですね。これは実は私自身も高齢者です。母はもっと高齢なので母の方にももちろんそういうことをしてあげなければいけないなっていうことを感じました。ありがとうございました。ちょっと時間が押してます、申し訳ありません。はい、私から最後本当に一言、数じゃないと僕は思っています。一人一人が大事だということは一人が大事だ、自分が大事なんだということをですね、僕たちはもう一回考えて、そしてこれからの何をするのかを考えていきたいと思います。柴田先生、ごめんなさい、途中で遮りまして。はい。ちょうど終わったんです、大丈夫です。あ、そうですか、ありがとうございました。じゃあ、中林先生、お願いいたします。はい。それでは、いよいよそろそろ最後の時間になりました。思わずこういう形でですね、普通パネルディスカッションってこんなものないんですよね。こうやって顔を見ながらやるんだけども、顔が見えなくて、なんかパドックに入ってるような感じで、非常に面白い、初めての体験をしてますけれども、でもやっぱりそのさっき言ったこういうリモートの道具を使うといつもと違うなんか緊張感があって、かえって話が弾んだりするんですよね。それが不思議なところかなと思いました。今日はいろいろですね、これから防災を我々が、民がやっていくためのキーワードをいただいたかなと思っています。まあ、ワイワイ、楽しむ防災を行こう、やろうよ。それからですね、やってみる防災、いろいろ知識も蓄えて、備蓄もしたんだけど、食べたことありませんとか、その知識使ったことありませんではなくて、やっぱり一回やってみようよって、その失敗から、学ぶこともいっぱいあるんじゃないのって、やってみる防災、それからつながり防災ですね、つながって防災やると、一人で頑張るのもいいけどつながってみようというようなことを、いろんなつながり方があると思います。それからみんながつながることが大事だよということを、まあユニバーサル防災という言葉で、おっしゃいました。誰もがやれる防災、
誰もが助けられる防災、そういうことだと思います。福祉の分野ではインクルーシブ防災っていうのも同じコンセプトでですね、言葉としては使われています。インクルーシブっていうのは包括的とか包摂的っていう、地域みんなぐるみで防災をすることで地域のみんなが助かっていく、そういう防災をしようと。まさにその原点はつながり防災なのかなというふうに思いました。そういうつながりをしっかりやることで、自助、自分にまだやまだやらなきゃいけないことに気がつくという自助も助かり、自助も後ろから加速させてくれますし、その自助で頑張ることがつながることで輪となって広がって共助の力を導き出すと。最初に言いましたが、自助が共助を可能にするということがですね、裏返しもあるんだと。共助でつながることでもっと自助やらなきゃということで、自助がもっと可能性を高める。自助が共助を可能にし、共助が自助を高めるというようなこうスパイラルができてくる、そんなことがこれから大事だし可能性があるんだということをこのフォーラムで確認できたのかなと思っています。最後に私から一言ですが、キーワードをつながるとかいうことです。ところが今コロナは3密防止ということでつながるなって言ってるようなものなんですね。で、体は確かに3密防止なんですけれども、今日皆さんのお話を受け止め方としては、体が3密防止であるからこそ心の三密防止、心のつながりの三密拡大をですね、やっていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思いました。親密な話し合いとか緊密な、関わり合いとか、あるいは家族でも濃密な家族関係を作ることで本当に家族守るんだという思いを強くしていく、そういう親密、緊密、濃密みたいなものを心のつながりで強くしていくことでですね、ポストコロナで本当に、つながる防災というのが実現していくんじゃないかなと思います。それを今日のまとめにさせていただいてですね、2020年の首都防災フォーラムの、終了にさせていただきたいと思います。最後まで Zoom と YouTube 等を通してご参加いただきました皆様に感謝を申し上げて、それぞれ皆さん自分の防災もう一度やってみましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。中林先生ありがとうございました。そして本日こちらの東京都慰霊堂から お届けをしてまいりました。それぞれのパネリストの皆様本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。そして全世界から Zoom で参加していただいた皆さん、聞いていただいた皆さん本当にありがとうございました。現在台風10号が本当に強い力でまだ鹿児島から宮崎を巻き込みながら九州に今向かっています。で、東京では今日コロナの感染者数が116名と、まだまだ3桁でございます。今日のフォーラムの中からこれだと思うヒントが一つでもありましたら、ぜひ皆さん、我が身、我がこととして実行してみてください。そして今日のつながりというキーワード、SMS、たくさんの LINE とかね、皆さんの使っている SMS で広げてください。そして、今日の小さなネタから、防災活動がどんどん広がっていくことを願って、本日おしまいにしたいと存じます。第8回首都防災ウィーク防災フォーラム、コロナ蔓延下における首都直下地震と巨大水害、これをもちまして終了とさせていただきます。皆様本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。皆さんありがとうございました。